今年の春ぐらいに、はい、夏家族旅行どこ行こうかっていう話になって、ね、で嫁とか子供がグアムに行ってみたいって言うんですけど、うん、休み取れるのがお盆なんで、うん、もう高いんですよ、ね、でもそんなんで僕がまあまあお金管理してる方なんで、いやそこなあ言うて、うん、ちょっと厳しいけどなあ、まあまあそれも候補にしとこうかって言ってて、ほんでまあお金も大概いるなあ、子供もちょっと大きなってきたから、うんと思って ふと家の主が便所を掃除したら金運が上がるって聞いたことあるから、はいはい、でまあこれも迷信かもしれんけど、まあトイレ洗うのは別にいいことなんで、うん、まあとりあえず、うん、掃除してみるか思って、でこう掃除してたんですよトイレを。ほんで嫁がバーって来て、日頃そんなしてないから、うん、何してんの言うから、いやトイレ掃除してんねんと、うん、なんで言うから、いやその家の主がトイレ掃除したら金運が上がると、うん、もうこれも言ったらグアムへの一歩やと、うんね、こういうことやろって言うたら、うん、もう嫁も冷めてて、うん、迷信やんみたいなこと言うて、バーって行きよったんですよ、ほんでまあええわと、まあ別に掃除するのはええことやから、うん、掃除してたんですよ。ほんで その日休みだったんで、ちょっと買い物に出たんですよ、うん、で僕にも西宮っていうとこ住んでて、西宮ガーデンズっていう複合施設があるんですね、映画館あったり食べるとこあったり、買い物が結構大きいとこがあって、そう買い物行って、ほんでまあちょっと遅くなったんで、あの飯食うてから帰ろうか言って、回転寿司行こうかって、で回転寿司入ったんですよ。ほんで一応テーブルの方に通してくださいってわーって歩いて行ったら、僕らのテーブルはここなんですけど、横のテーブルでものすごい品のある老夫婦の二人がこう座ってるんで、ほんで俺をバーって通っとったら、お父さんの方が兵藤さんではないのかな、あどうも兵藤です、あいつも楽しく拝見させてもらってますよって言うんですよ、うん、であれだんすで、奥さんの方も振り返って、あ兵藤さんだ、いつも楽しく、うん、見せていただいております、あそうですか、今日はちょっと家族で飯行きまして、あいいんじゃないですか、どうぞどうぞみたいな、あすいません。で僕らはそのテーブル行って、うん、食べてたんですよ。ほんなら、まあ、20分ぐらいしてからお父さんが立ち上がって僕の方向いて、それではお先にってこう言うたんですよ。でなかなかの陳謝な、すいません、僕まだちょっと食べてます。ほんならその奥さんの方がさささって来て、僕もまあその通路側に座ってたんで、急に僕の手にクシャクシャって逃げ出して、ヒョウさんこれ使ってって来たんですよ、うん、でうわ思って、掃除した日に夜にヒョウドウさんこれ使ってなんてあるのってなって、うわ思って、奥さんじゃあそれは開きませんわって言ったんですけど、まあ結果から言うと、そこの上に映画館があるんですね。で映画館の半券をその寿司屋さんに持って行ったら赤出しがタダになると、で多分そのご夫婦は使ってなかったんですよね。で僕らこっちわー食べてる間、こっちでミニ会議があって、お父さんこれ赤出しもらえんのに使ってへんわと、兵藤さんには差し上げたらどうだみたいな話があったんでしょうね。でそれは全然聞こえないわけですから、僕ら嬉しそうにお前も取ってくれみたいなこと言うてて、わー食べてて、お奥さんがじゃあ渡してくるわって言うから、わーっと私に来てバンクシャチャって見てないですから、で俺はもう完璧に掃除してるから1万円クラスやると思って、こっちは1万円のテンションで、奥さんそれあげませんって言うわけですよ。奥さんそれはあかんわと、もう歌ばっかりですやんか言うて、で奥さんもいやいやそんなんじゃない、いや奥さんそれはあかんって、もう僕話さないわけですよ。でも僕は奥さんあかんってほんまに言うた、いやヒョウさんってだんだん向こうも引いてきて、映画の半券やから、ヒョウさんちょっと手離してみたいな、いやいやそれは奥さんあかんって言うたら、奥さんがもうたまらんようになったんですかね、半券やねんって言うてきたんです。そんな品の良かった奥さん半券やねんって言うから意味が全く分からない見たらくちゃくちゃの紙なんですよ。何この場半券一緒になって、え何ですか言ったら、これを使ったら赤だしと茶碗蒸しどっちか選んで、ただで食べれるからって言って、ふわーって帰ったんです、うん、残された僕も霊の音しか聞こえないんですよ、まあ、めちゃめちゃ恥ずいんですよ、みんなに周りが見られてるわけですから、俺も1万円ぐらいのノリで言うてるから絶対金は思うとるんやんけ。俺ずっとこうなってたら、めちゃめちゃ腹立ったのが、嫁が俺の顔見てニヤって笑って、うん、これでグアムに一歩近づきましたなって言われたんです。うわー腹立つのかってなびっくりしました。気品がね、ありすぎたからね。そうね、気品があったから勘違いしちゃったよね。あ、来ました。つい先日なんですけれども、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、そこにですね、うちの先輩
木村雄一さん、はい、キムニートですね、はい、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、はい、こう向かってたんですよ、はい、まあ、土曜日で、うん、結構あの混んでたりして、で、まあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、うん、結構助手席でちょっと目くじらをお立てになられって言うてはったんですよ、うん、どんくさいよほんまに言って、うん、ルミネの7階に劇場があるんですけど、はい、地下の1階が駐車場なんですよ、はいはい、そこは搬入口なんで、うん、その搬入車だトラックとかが止まってる、うん、はい、場合があるんですよ、うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやとぐるー回ってちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ、うん、でその地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど、向こうやと結構歩かなあかんので、うん、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、うん、下までちょっと車運転できる子おろしといてくれと、うん、ほんでその子に乗り換わってその人に持って行ってもらって、うん、僕らはそのまま上がると、うん、言って、うん、行ったら案の定もういっぱいあったんですよ駐車場が、うん、で止められへんな、でもそのスタッフの子がいないんですよ、うん、あれおらへんなーってパッて奥の方見て、一番奥にエレベーターあるんですけど、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ、うん、ほんならもうキムに降りて、うん、おめえおらー言うて、誰がエレベーター止めとか言うとんねん、車もう動止めに行け言うとんねん、分かれろらー言って、もう地下にキムニーの声が響き渡り、ほんで僕はもうすいませんすいません言ってすぐ僕の車乗り換えて、腹立つってエレベーター乗って、で僕7階押したんですよ、ほらキムニーがもう腹立つって言って、ほんでアホのためにな、無駄な時間どんだけ過ごさなあかんねん、全部アホのために俺らもう被害を被ってんねん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン腰で1回2回6回押してもらうめっちゃ無駄な時間1回2回6回6回の時も顔真っ赤っかみたいな気分にもそれで無駄にしてること多いのよね確かにさあいきます、はい、来た、わかりました、うん、今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うんうん、でその時にお猿さんが来て、今モンキッキーさん、モンキッキーさんが女と来たんですよ、うんうん、うわー可愛い子だなと思って、え彼女かなと思って、でもちょっと顔でかいなとかっていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思って、そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよ、あややのモノマネする今日もキャプテン来た、まだ芸能界に入る前の、ここで大阪から東京に出てきたと、でニューハーフの店で働くためにと、うわもう女にしか見えないと、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、ちょっと顔でかいけどねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから後輩をドッキリにかけようってことで、来てないのがアップダウンだけだったんですよ、アップダウンってコンビいるじゃないですか、でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいで、もう純粋な子なんですよ、もう騙すにはもってこいだということで、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで、竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてって言って、おー全然いいですよって言ったら、超かっこいい竹森君超かっこいいって言ったら、もう竹森もなんか鼻の下伸び出してマジっすかみたいな感じで乾杯みたいになっても飲んで、旬やしね、1時間ぐらい泳がしたんですよ、そしたら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどって言ったら、え彼氏とかいないですかって、うんいない、付き合いたいって言って、ダメって言ったら、いや僕も彼女いないから断る理由はないですけどこれは来たと思って、よしと思って、じゃあ付き合うでえっつったら、いやもうはいって言った瞬間に、このままで終わるのもったいないなと思ったから、すぐ愛ちゃんを呼んで、チッチッて呼んで打ち合わせして、でそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ、竹森ちょっとっつってで来て、どう愛さんとっつって、急にさん付けにしたんですよ僕は。いやなんか付き合う方向になっちゃいましてみたいな、もう超喜んでるんですよ顔が、もう本当あんな可愛い子いいんすかね僕とかって言ってて、それまずいなっつって、いやあの人浜田さんのこれなんだで僕も全然吉本入ってまだ2年目ぐらいで浜田さんと会ったこともないからものすごい名前を乱用したんですけど浜田さんのこれなんだ、やばいやばいって、いや一応今仕事中だからその間ちょっと
面倒見立ってくれって言われてるから、うん、俺も今こうやって面倒見てたけど、うん、付き合うはまずいよっつって、うん、マジですかって急に竹森青ざめ出してで戻ってうわもう竹森もううちの竹森やとかって言ったら、うん、いやすいません付き合えないですなんでなんなんでなんいやあの彼氏いるんですよね浜ちゃん聞いたんそうやうち浜ちゃんの女やただもう別れたいねん今つってもうあの人疲れんねんつってだからもうあんたと出会ったもうあんたと付き合いたいそれでええやんつってそうやもう今電話しよう浜ちゃん電話しようって言うからもうやめてくださいお願いしますやめてくださいやめてくださいやめてくださいなんでなんてもうしっかりしいやっていいやんつってもう無理ですおあ僕付き合えないですあんた付き合うって言ったやん付き合うって言ったってことは浜田の女に手出したのと一緒やでお願いしますって瞬間に、うん、いきなり竹森がもう酒の力もあるし、うん、浜田さんの名前がでかすぎて泣き出したんですよお願いしますやめてくださいやめてくださいなんで泣くんええやんええやんもうかけるでかけるでって芸能界いたいんです痛いんです芸能界いなくなってもええやん浜田の女が手に入るんやでお願いしますもう電話しやめてくださいやめてくださいでも何やねんあんたどんどんしいやあんたのもんやあんたのもんや出て手取っていきなりバーンって胸触らしたんですよもみんやもうあんたのおっぱいやもみんやって言うんですけども竹丸もやめてください浜田さんの女性の胸は触れないですってもみんやあんたもみんやってもう全然もみんやあんたのもんやってもうやめてくださいってもうずっと男のおっぱいをもみながら泣いてる男やめてくださいやめてくださいってからもうあまりにもかわいそうだから竹森実はドッキリだよってみんなダーッと受けたんですようわ騙された騙されたって言ったらもう竹森も放心状態でいや意味が分かんないですだからドッキリなんだよってこの子男なんだよ実はつってどうも男でーすって言ってえマジですかドッキリなんすかうわ怖かったーつってうわよかったごめんなごめんなって言った瞬間にってことは浜田さんってそっちの趣味があるんですかもうこんがらがってますもんパニック状態全くこんがらがってますもん男が浜田さんはそっちの趣味だからそっち好きなんだみたいなそうまあなそうなるわまあそうやなそうまあでも本人便所蹴られただけでで浜田さんって名前出したらみんながビビるって思っちゃってものすごい名前を LINE をしたんですそうっすねまあね僕もですね、まあ、いろいろ松本さんにはお世話になってまして、ある時ですね、うん、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、うん、要はあの温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、であの今回あのホテル行ってみひんか言って、はい、ね温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ、はい、でまあまあ楽しいなー言って朝起きて朝ごはん食べに行こう3人とも浴衣でね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ結構離れてるんですけど、はい、で行ったらさあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません。部屋に一旦帰っていただいて、うん、私服に着替えていただかないと、浴衣のままでは入れません。って言われたんですよ。もちろん僕が一番後輩ですから、これはもう僕がパパッとさばかんたかんな思って、いやいや、ちょっと待ってくださいよと。うんうん、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、いや、あの他のお客様に迷惑になりますんで、うん、いや、あのね、浴衣で朝ごはん食べてて、誰のご迷惑になりますと、うん、誰の気分を害します、うん、って言うてたら、キム兄が、おらおらー言って俺の前で、その人店員に、はいはい、お前じゃもう話にならんのじゃ、支配人呼べこらーって、うん、ほんなら支配人来あって、うん、すいません、どうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねん、どれすんねん言うたら支配人が、すいません、お部屋に戻られて、私服に着替えていただいて、来てください。なんでじゃこら言うて、聞いてないと。そんなことは聞いてない言うたら支配人が、大変申し訳ございません。どないすんねんいや、部屋に戻って私服に着替えて、なんでやねんこら言うて、いや、他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやなんて、どないすんねんすいません、部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うて、言うてる間、ずっと、と支配人の耳元で松本さんが俺の私服浴衣やったらどうすんねん俺の私服浴衣やったらどうすんねん偉いもんですよ支配人が浴衣のままどうぞ素晴ら
しい。ほんま結局浴衣でまだ食べたもん。食べました。はい、本日来ました。これはもう完全に浴衣ですよね。4,5 年前の話なんですけど、あの初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね。その当時全く仕事がなかったんですけど、あの1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですね。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のペロッと舐める。うわー、すごいな。これは仕事が全くないから、もうやるしかない、ね。で、もう本当やだけどペロッと舐めたんですよ。で、オンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たら、やっぱペロッと舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うわ、俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、でそのペロッと舐めた後 CM 行ったんですよ。そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、舐めたらあかん。すてきや。怒っていただいて、本当に怒っていただいて、人生舐めずにこれ舐めて。いきます。はい、ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、うん、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら、飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか、今書くのを2000〇〇〇7とか20007とか、細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね、はい、で、終電もう間に合わないからっつって、うん、乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ、うん、そしたら、日村タイミング悪いんですけど、そういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよ。はい、それで、日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたら、ちょっと俺おしっこしたくなっちゃったから、もう行っててくれっつって、でもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよって言ったら、うん、間に合わなかったら行っていいって言って、で途中で離脱して便所に行ったんですね。で僕ら行ったら電車まだこうドア開きっぱなしの状態で、ね、あまだ大丈夫だったなって言って間に合うかなって言って、そしたら意外と早く来たんですよ、日村が。おお間に合った間に合ったって言って、あ間に合ったって言って来たら、日村のズボンのこっちがびしょびしょだったんですよ。うわこいつ漏らしたよ。もう大人なのに漏らしたなっつったら、漏らしてないっつうんですよ。漏らしてんじゃねえかお前。こっからどうやって逆転するんだろう。こっちびしょびしょだぞ、色変わっちゃってんだけど、漏らしてない、便所行ったあの後のこと知らねえだろ。知らないよそれは。別れた後行ったら、小便器の方は、まあ、人がやってたり故障中で埋まってたと、だから大便する方に入った、和式だったらしいんですけど、まあまあ終電もあったりすごい急いでたから、ブワーッとやって、ちょっとすみません、こうやってこう座るやつのこの辺までしか降りなかったらしいんですよ。でバッてやってザーッてやったら、気づいたらこっちのズボンの中に全部ほいでバーッて履いてきて、あーってなったけど、だから結果的には漏らしてないって。いやいや結果的にそれは漏らしたの。これ以下ぐらいの、これ以上か。いきます。さあ星来ました。あ、はい、まあだ誰も出てないから出てないの。俺も僕どうしますか。あ、じゃあ竹山行くか。はい、3ヶ月ぐらいこの前なんですけど、大阪で僕ナイトスクープっていう番組やらせていただいてて、はい、でそこで一つのネタで、さっき松本さんちょっとお話したんですけど、34歳の男の人で、ほんで、その人別に男性が好きなわけじゃなくて、でも今まで一回も誰とも付き合ったことなくて、で、デートというものをしてみたいと。それ男でも女でも関係なく、デートという行為をやりたいという、
番組に依頼が来て、うん、でその男の人とデートするのが僕だったんですよ。見てた見てた。どうすればいいかわからなくて、ディレクターもわからないし僕もわからないし、どうやったらこの人の要望を応えることができるかということで、でまあロケ中も試行錯誤しながら、なんとかロケは撮り終わったんですよ。でも正直頭も使ったし、まあディレクターも他のスタッフも僕も、うん、ほんと疲れたなってことになって、ロケ終わったの19時夜の7時頃だったんですけど、そこから別に東京に帰れるんですよね。でも今日はもうちょっと飲もうと、スタッフとみんなで、もう結構大変なロケだったからと、うん、っていうことで、うん、大阪に泊まって飲んだんですよ、うん、でスタッフと楽しく飯食って言いながら酒飲んでまして、うん、まあ今日のロケの反省とか、あそこもっとこうすればよかったなとか、うん、そういうことでワイワイ飲んでるうちに、まあ違う話にもなるじゃないですか、うん、ただそのディレクターの人結構僕より年上の人なんですけど、なんか飲んでるうちにそこで政治の話で喧嘩になったりとかして、うん、お前なんやねんその言い方みたいなことになり、うん、そんな考えちゃうわとか、そんな分かってないじゃないですかって言って大人とこうものすごく喧嘩になったり、うん、でも最終的には夜中1時過ぎになると、でも喧嘩したけど2人で今日いいロケ作ったなみたいな、うんうん、よかったよかったで握手して、うんうん、いい夜やったなみたいなで終わったんですよ、うんうん、でその後僕ホテルに泊まるんですけど、いつもなんか局が撮ってくれるのはあのリーガロイヤルホテルとウェスティンホテルの、まあ、いいとこ2つどっちか撮ってくれて、うんうん、でも僕リーガロイヤルホテルの方がサウナがあるんで、朝起きてサウナ入って東京に帰りたいんで、うんうん、あえてそこにしてくださいって言って、いつもそっちに泊まってるんですけど、うんうん、その日はなんか都合かなんかでウェスティンホテルしか空いてないんで、もうそこも高級なホテルですから、うんうん、そこに泊まることになったんですよ。で、夜中2時過ぎ頃ベロベロで一人でそこに帰りまして、で、部屋に入って、洋服ももうベロベロだったら全部脱ぎ捨てて、全裸でベッドの上にグワーン寝てたんですよ。そしたらちょうど朝4時半ぐらいにおしっこしたくなりまして、で、そのまま、おしっこ行こうと思って、いつものリーガロイヤルに泊まる頭の中なんですよ。はいはいはい、構造が、はい。で、もう寝ぼけて、酔っ払ってるし寝ぼけて、いつもこう裸でこうわーって外行って、ドア開けて、トイレトイレって探して、ドアバンって閉まって、ふって気づいたら、それホテルの廊下だったんですよ。で、要は全裸で、そのまま廊下出てて、はい、いつも泊まるホテルは、そのドアが、そっち側のドアがトイレなんですよ。はい、で、そのまま知らずに出て、でも酔っ払ってるし寝ぼけてるから分かんないで、初め歩いてて、途中で便器がないことに気づいて、ふって見ると、廊下じゃんってなって。はい、で、そこからまずどうしていいか分からなくなるんですよ。で、そういう時、俺自分でもどうすんだろうと思ったんですけど、そういう時全裸で、もう全裸でしゃがみ込んで、ずーっと考えるんですよ、こうやって。で、まず酔っ払ってるから。で、考えて、次に何考えるかというと、まず酔っ払ってるから、念を送れば誰か助けてくれるってわけのわからない。で、助けてくれ助けてくれって言うんだけど、誰も来るわけなくて。で、それで徐々に気づくんですよ。で、その時に酔っ払って部屋行ってるから、自分が何丸何号室かもわかんないんですよ。あら。うわぁ、ほんまや。もう俺裸で今何やってんだこれ、はい、どうしようってずっと考えて、うん、もうこれは下まで行くしかないと、それしか方法はないから、いやいやいや、うん、でもう一番嫌なのは、うん、他のお客とか、うん、ホテルの人に例えば女でも連れ込んで、うん、それでなんかトラブルあって外に出されたと思われるのが一番嫌なんです。でももう行きたい行くしかないからってことで、こうやって全裸でこうやってエレベーターの前に一人こうやって行きまして、でもエレベーター誰も会わなかったらエレベーター押してこうやって待ってる時に電話があることに気づいたんですよ。だからこれ電話すればいいんだと。で電話して、すいません、竹山ですと、カンニング竹山なんです、今日泊まってます、僕知ってますよねって言ったら、わかりますよって部屋番号何番ですかって1702ですかなんか言って、あ、わかりましたって電話切って、まだ頭パニクってるから電話切ったまま1702の部屋の前にこう全裸で着いたんだけど、着いたところで開かないんですよ、鍵がないから。で、ああそうかと思って、またその長い距離を帰らなきゃいけないんですよ、エレベーターのとこまで。でまたこうやってエレベーターのとこまで帰って、でまた電話して、でその時普段使わない言葉がいっぱい出てくるんですよ。で向こう出たら、すいません、竹山ですけど、すいません、今ちょっと乗ってきられない事情でですね、ちょっとよく分からないんですけど、今ちょっと裸でよく助けてください、分からないんですって言ったら、向こうがどうしたんですか、何があったんですか、いや分からないです、助けてくださいって切って、でとりあえずここにいてももっとバレるから、部屋に行こうと思って、その1702の部屋に帰って、でも人がこう来たら嫌だから、どうしようかなと思って、部屋のドアに全裸でピタッと待って、それが一番いいと思って、そしたら向こうから大丈夫ですかって言って、とりあえず大丈夫です、ドアーって言って、だから僕がはいってドア開けてくれて、入った時にもう何も聞かないでください、入りますからってドア開けてもらって、入ってガチャッと閉まったら、ドア越しの向こうにその男の人が、おやすみなさい、素敵な夜をって聞こえたのか。違うんだと、女の夜じゃないんだと、素敵な夜じゃないんだと。いやいや、もう、違う、そうなんです。知ってる、それ見たでもそのロケ。はいはい。あ、きつかったな、あれな。きついロケだったんで。ちょっとまあいい酒飲みすぎた。いい、そうやな。それ、あそこから始まってたの。始まったんです。さ
さ あ, あこうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします。吉井をね、出して、あ、どうした、いやー、とうとう昭和の話ですね、はい、昭和の話聞きたいですよね。ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました、ね、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、ヒット曲が ものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、それで、まあ、海外からも来てくれないかという、はい、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、ハワイ公演、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね。で森さんはだいたいスイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番ペントハウスみたいな、そうですね、そこ あの一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、うん、でも探すって言ったって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ、下から。そしたら森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいですね。はいはいはい、そしたらそのベランダのですね、下のベランダからですね、26階ぐらいですよね、あのベランダに乗ってこうやってせーのパンって掴んで、そのベランダのあのこの杭ありますよね、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足で7階に7階に、ね、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、これでみんな「お何やってんだ」「おい」ってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだって、こうやってそれからポンとここのそベランダに降りてきて「イエーイイエーイイエーイ」って、怖い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 、それをみんな身震いがして、はい、もうみんな黙ってるわけですよ、はい、で森さんが「何やってんだ何やってんだ」それなんか言わないでしょ、そういう感じですよ、そういう感じ、ほんまですか、そんな感じなんですか、そういうなんかもう、身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で、筋肉質で背がまあそんなさ、まあ中性ですよね。いや、で森さん何て言ったんですか。でも何やってんだよ。これはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はい、そしたら森さんが、あ、もう35年前の話だから、もう言っていいよって、もういいよと、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね、話しすることにしたんです。はい、なるほど。はい、だから森さんに怒られたこととかはないんですか、あんまり。あ、森さんにはやっぱり、あの、司会やってて、こう、タイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けました、ね、まあもちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いや、それは森さんの、あの感じで。はい、まだ、違うよ。いや、大げさねいや、やっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って本当はもっとできるんですよね、もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、やっぱり失礼じゃない、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、こんばんは全然ダメじゃない、全然笑って全然ダメじゃない、じゃあ行きますよ、はい、うわー、あのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのがあったんですよ。うん、で、まあ、あの2年生と6年生、みんな体育館に集められて、うん、こう、先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスに、これ、大ちゃんっていう、大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、感触持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかも、うわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんはいっつも怒られてるんですよ。ほんで、さ、注意事項しますよ、って体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくように、はい、って言ったら、大ちゃんが、はい、おい絶対ノンストップやな、信号無視すんねんなって言いよるんですよ。ほ先生が、いや、大輔、ほら、通過しなさいって言って、うん、ほんで、まあ、体操服で行きますから、うん、お尻に名前を書いてくるように、言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、ん、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわ
って言って、はい、うん、言いよるんですよ、はい、先生もさすがにキレて、はい、大輔静かに言うとんねー言ってキレられた。もう大ちゃんうわーなって座ってた椅子ぐわー持ち上げて、はい、お前ぶっ殺したろって言いよったんですよ、はい、ほんでうわ怖ー思ってもうシーンですよ、はい、もう先生が大輔なんで殺すんやって理由を聞いたんですけど、うん、大ちゃんもうわーなって包丁で突き刺してやるシーンですよほんなら6年生のうちの誠治兄貴が立っていつ以来やんけ大ちゃんが爆笑に突き刺したすごいその頃からすごいね顔真っ赤っかですよ身内として身内としてその頃からツッコみたかったよなすごいなあ、まあ、ちょっといい話でもあるな何やろあ、陣内はい、TMC っていうスタジオあるじゃないですか、うん、東京メディアシティっていうキルタスタジオによくもあれっていろんな各局の番組を収録して、うんうんうん、ドラマとかも撮影されてるんですね、そうそうそう、で僕ちょっと早めに仕事が終わったんで1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、うん、はい、でそれは特番の収録やったんですけど、うん、まあ、ちょっと休んどこうと思って、うん、で学園に入ってテレビつけたら、うん、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね、うん、そうなのよね、収録してるとことか、うん、それこそリアルにドラマが撮ってるところとかが映るんですけど、うん、僕がパッとつけたらたまたま僕が出る特番のあのカメリアをしてたんですよ、うん、スタッフの皆さんが、うん、で首からねこう名前をぶら下げてるんですよ、うん、タレントの、うん、関根勤とか、うん、鈴木奈々とか、うん、でもし陣内智則ってつけても AD の、あ、うん、あ、ここに座んねやとか思いながら、うん、まあ、どんな番組知らなかったんで、うん、ほんならそのカメリアなんでこう司会者の人がちょっとこうスタッフだけで楽しむような感じで、うん、関根さん今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ、うん、ほんで関根勤奮する、まあ、まあ AD が、うん、あ、カレー食べました、うん、みたいな、別にそんな大した話じゃないですけど、うん、それでクク笑ったりしてるんですね、早いからね、うん、でほんで鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、うん、靴汚いねって言う、うん、ほんでカメラさんがバーって靴を寄ったら着てなかったんですよ、うん、ほんでまあわー笑ってんすよスタッフが、なるほどね、ほんでその司会者が今欲しいもの何って言ったら、まあ、鈴木奈々扮する AD の女の子が、うん、お休みですって言ったんですよ、うんうん、そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってんすよ、うん、次僕扮する陣内智則に、うんうんうん、陣内君はいいね今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんすよ、うん、あれって思って、うん、ちょっと待てよ、うん、楽屋でな何この感じだ、うん、僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、うん、いや僕奥さんいないんですよって言うてんすよね、うん、あれなんかどっか聞いたことあるな、首なんか、うん、いや綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてんすよ、言うてんすよ、でその僕扮する AD が、うん、いや離婚したんですよって言うてんすよ、言うてん司会者が、うん、って言うてるんですよ僕と松本さんがよく番組で陣内お前家の奥さんおって、いや僕離婚したんですよ、知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフがゴリゴリにいじってるんですよ僕を、これ何やこれ思って汗かいてきて、こんなとこでこんないじり方してんねや思って、こんなんか司会者が家帰って奥さんおるからね、で僕が僕にするやつが、いや僕離婚したんですよ、でそいつが言うて、うん、僕扮する AD が、うん、いや知ってるでしょ言うて、うん、ケタケタ笑ってるんですけど、うん、その司会者の首から、うん、草の人して絶対せえへん草野さんそんな金せえへん絶対草の人そんなこと絡んでこえへんと同じ人としても全然ちゃうとまたやりたかっただけみたいな、そこにしてもリアリティだよね、そうなんですよ僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやみたいな、ゾッとしてあれ見てまうわ、でもな見ちゃう見てまう何言ってんのかなっていう持ちネタとかやつがごめんね、じゃあね、いきます、一回も出なかった、あ、小本、うん、僕が、小学校の時のお話をさせていただきたいんですけども、はい、父兄が集まった、劇をやりますから、うん、全校生徒の皆さん、集まってください、お母さんがみんなで練習した劇があるんです、それ桃太郎なんですけど、でお母さんは僕のお母さんが犬の役という大役を任されたんです、うん、まあまあすごいとこやね、いい役もらったなお母さんって、でお母さんも頑張るから見といてなー言って、うん、すごいまあね、
いい役なんで僕もねみんな友達集めてあの犬がうちのおかんやから、うん、桃太郎が出てきて、であの腰につけたきびだんごでねもう手はあとやってたら犬が出てきて桃太郎さん桃太郎さんお腰につけたきびだんご一つ私にくださいなっつってねお母さんが出てきたんですよ、うん、わーって言って全身真っ白のねこのタイツででこっちをここしてねこう犬の形でパンとして、うん、でうわーすごいお母さんやと思ったんですけど拍手が あれみたいなことになったんですよ、うん、みんな全校生徒が、うん、あれおかしいよみたいな、うん、パッと見たらお母さんその白の全身タイツの下に、うん、下着で真っ黒のパンツをしてフワジャンお腰につけたきびだんごをちょっと私もくださいって言ってたんですけどなみたいなどうしようと思ってうわそれ絶対嫌や俺こんな嫌なこともういやもう頼むわ思ってきびだんごもうてじゃあ一緒に鬼退治に行きましょう言ってケツプリンと向けたらティーバッグやったんですよなんでその犬の形だけリアルにしてるの大喧嘩大喧嘩やないやわほんまにろくでもないんですよずっと出てるしな犬はずっと出てますから犬はな結構いきますよ、はい、あこっち出ました、うん、これどうですかどうですかやりましょうか僕もあじゃあガチャいきますか、はい、ええー、とですねテレビの番組の企画で、あの青木ヶ原にあの心霊写真を撮りに行くって企画をやったんですよで僕とアイドルの女の子何人かで大きいバスでみんなで向かったんですね、うん、で着いたら夜の12時で、ちょっと待っててくださいっていう、うん、ちょっとペンションみたいなとこで待って、うん、でその待ってる間も怪談話とかする人を呼んで、うん、ものすごく怖かったんですよ、うん、で夜中の2時からやりますと牛蜜時なんで、うん、で2時になったら青木ヶ原にまたみんな行ったわけです、うん、で行ったら街灯も何にもない真っ暗なんですよ、はい、でルールとしては一人一つインスタントカメラを持ってって一人でまず入ってって全部撮り終えたら持ってきて写真を確認するで撮れてるか撮れないか確認しましょうってルールなんですよ、はい、で一人目のアイドルの子がインスタントカメラを持って入ってったんですよ、うんうんうん、そしたらね真っ暗なんで、うん、もう10メートルも行ったらその子見えなくなるんですよ、はいはいはいでうわーっと思ってでしばらくしたらその子が戻ってきて、うん、撮りましたっつってその10枚の写真を、うん、じゃあテーブルに並べようっつってパパパパパンって並べたんですよ、うん、心霊写真って、うん、普通ねちょっと影の具合で、うん、なんか顔に見えるね、うん、でその程度じゃないですか、うんはい、全部にはっきり写ってるんですよと思ってなんじゃこれと思ってはっきり写ってるんですでそのもしものことがあった時のために地元の霊媒師の人も呼んでたんでこれ何ですかって言ったらこんなことありえないって言うんですよで2人目の子はもうその時行ってるんですよで戻ってきてまた写真を持ってきたんで広げたんですよ、うん、全部にはっきり写ってるまた1人目の子と2人目の子が全然違う人なんですなんじゃこれっつってで霊媒師の人がこれはやばいとやめた方がいいですよって言ってプロデューサーを呼んでそういうことだからやめようとでも今3人目の子が行っちゃってるとじゃあその子が戻ってきたらやめましょうとこれはやばいっしたら3人目の子行ってるから待ってたんですよそしたら青木ヶ原の真っ暗な青木ヶ原の中でギャーって声だけ響いたんですようわーっつってスタッフが何だと思ってスタッフが何かわーって走ってったんですよでなんだなんだなんだと思ったらその子がもう失神ですよねわーってもうカッチカチで痙攣しながら運ばれてきたんですよで見たらもう目ってこんな白くなるのっていうぐるっとぐるっと巡って真っ白でっけなんですようわーっつってでもう痙攣して全然もうカッチカチで動かないんですよでとにかくっつってバスの後ろが広いんでバスの後ろ運んじゃおうっつって運んで連れてってうーってやってるんですようーっつってでなんかやってるんですよで何言ってんだと思ったらうーあいつと目が合ったあいつと目が合ったって言うんですよ、うわーと思って要は写真撮るとき覗くじゃないですか、はい、でその時にあいつと目が合ったってこと言ってんじゃないのっつってうわ怖い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 どうすりゃいいのっつってそしたらそのうちギャーって言うんですよその子がもう一回、はい、ギャーっつったとあいつが来るよって言うんですよあいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ、うん、ちょっと来てくださいっつったら私がどうすることもできないっつって帰っちゃったんですよ。っつって霊媒師いなかったら僕らどうすることもできないですよ。痙攣してる白目向いてるあいつが来るよって叫んでるんですよ。どうすりゃいいんだっつったらプロデューサーがちょっと待ってくださいっつって
バッグ持ってきて、バッグベロって開けたらなんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ。何かあった時のために持ってきたんです。でそのプロデューサーがその敬礼してる女の子のところに行って、つかめつかめって言うんですよ。で女の子はもうこうやって固まって痙攣してるから、つかめつかめって全然つかまないんですよ、うん、ですごい近く行ってつかめつかめって言ったら、そのプロデューサーの頭ガンってつかんだんですよ、その子が。でそのプロデューサーっていうのは、うん、ものすごく毛が薄いんですよ、うん、けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ、うん、ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ、うん、それまでつかめつかめって言ってた人が、つかめるのつたん離せ離せ離せつかめそんなにちゃんとね、掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ。で離せ離せっつって、ものすごく引っ張られて、最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんですよ。すごいね、すごいね、怖かったですよ、でも、そのほんまにでも霊は降りたってことですよね。そうっすよ、やっちゃいけないんですよ、そんなこと。そう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 、さあ、これ僕の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど、うん、妹の旦那さんっていうのはすごいええとこの子なんです、はい、あの名古屋の松川屋老舗という、はい、まああのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして、僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト21位は陣内のりか、2位はうちの妹なんですよ。それぐらい大きなところで、で、あの、お金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やな、というふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って、帰ってきた時に、もう人間の数よりパソコン多かったわ、言うて、すごいもう、ええー、言うて驚くぐらい。いや、すごい、僕ら言うたらね、一家に一台ぐらいしかない時に、ええー、言うて、誰使ってんのみたいな話で。で、まあ言ったら男前の、割とシュッとした感じで、はい、すごいまあ昔からええとこの子。しかも大学では、うん、そのなんか、伝統芸能のサークルに入ってるなんて、ショーで披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような方で、はすごいなと思って。で僕結構あの写真が趣味なんで、今あのおかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら妹の撮ったりやれて言われて、あ、わかったっつって、まあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんですよ。まあその時にあのカメラをお持ちの前方は前の方にってなって、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向を撮ってもしゃあないから、もうケーキやって二人おってこっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですね。でまあパチ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 、ほんなみんなバーってやってたら、こう妹と旦那さんがこっち見てこっち見てみたいな言われるが、こうしてたんです。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんです。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。その時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど。こっち向いてください、こっち向いてください。結構考える、まああったと思うんですよ。その、言うたら、バーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう。結構長くあって僕横パチパチ。君らもパパラッチか。あ？何それ？全然思んない。全然思んない。いや、もちろんプロじゃないです。皆さんが言うたらそれは滞在感わかります。一般の方ですし、ええとこの子。そうや、そうやでお前。はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいても全然思んない。はあ、そうやろ、ほんで、はあと思って。ほんで次、君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らも、はあ、はあ思って、なんで笑ってんの。ええ、思う。愛想笑いにも程あるやろ、みたいな。ほんで、横でパッて妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。あ、ほんで妹も思んないと思ってんのかなと思って、そのまあ、披露宴の、ちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹とパッとおった時に、お前の旦那、あれやな、男前やな、って。うん、そう、みたいな。でも、あの君らもパパラッチかって言ったらお前聞いてたかみたいな、うん、全然おもんないなみたいな言ったら、ええねんお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな話やな。まあすごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなという、まあそのええ人なんですけど、うちの母親死にまして、
あのそれから何年か経ってですけど、うん、大阪の病院で今晩が山やいう時に僕の嫁はん、そしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかね、うん、それと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです忙しいのに今来てくれはって、うん、ほんでバーってこう亡くなる前ぐらいにはもう僕とおとんとそして妹ほんでおかんっていう状態になってたんですよ。でまあ亡くなってわーみたいな泣いてる2人みたいな、で僕もちょっと椅子横座ってぼーっとおったんですけど、ほんだらまあ示し合わせたんでしょうか、先にまあ僕の方が長男やからか分かんないですけど、嫁はんと娘が来て、まあ娘、あの嫁はんちょっとこう泣きながら、あのばあば死んじゃったでみたいな、まあ娘に言うわけですよ。娘ももう分からんから、うんみたいな、でもバイバイと言うみたいな、でバイバイみたいな、でちょっと触りとか言って、うん、いやいやとか、でもそんな絡みあって、うん、まあ僕は別に喋らず、うん、まあもうええもうええみたいな、でまあ二人出て行った。ほんで一泊ぐらい置いてその旦那さんがこう入ってきたんですよ。で僕の中ではあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、うん、あでどんな感じでこうその前に会った時にだもう向こうもって感じだったんですけど、僕こうやって待ってたらギーって会えたらもう顔がっていう顔なんですよ、うん、嫁はんは割と普通っていうかちょっと泣きながらですけど、もうバッて入ってきて僕こうやってパッて見た時には僕もうパパラッチのこともあるからちょっとええやんそれは、ほやほや死にたてほやほやではありますが、僕も悲しいです。でもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思って、でもまあそんなん来てもうてるしそんなん言うたらあかん。だからバーって妹はもうしくしくこう泣いてるわけです。そこにバーってはぁ、あ、思ってお母ちゃんお前おかしいぞ。ドラマやん。何でそれが何か言うんかなと思って、僕もパパラッチかとかもあるから何か言うんかなと思って僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時にあれ顔ちょっとあれと思って、うわーでカツカツが来たみたいな、うん、何やそれ何やドラマかドラマそれやったでよ。何回自分でこすんのそれでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ何やそれ妹もここに手を置いて何やそれだから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという。喋れば必ず誰かを傷つけるねえ。厳しいな。お母さん亡くなってかわいそうやなと思いながらこっちどんな感情で聞いてたんやろ。厳しいな芸人の差がやなという。ありの番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていうあの上のディレクターとかに言われて、あお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集がなかったらしくて寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続いてて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、うん、こっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよね、うん、じゃあ、本番行きます、7秒前って言って9、8、7、7横に寄ったらディレクターにボコーンってガー連れてかれてそれからその AD さん見てないこれお前何やろねえ、うんなんて2回言ってるってなったよ。言ったし1回あれと思うよね。何これ、これ下手したら今日出ない人いるかも。出ない人いるよ。複雑な気持ち。まあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔あの大阪時代に、
まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はい、で正月番組をね、はい、なんかこうなんでしょうコメディで、はい、なんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇ものの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなあって、はい、で僕の役が二役をやったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこれ二役で早着替えみたいなもある言って、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけどその中でまあそのゲストでですねもうすごい大先輩ですよ、まあ方ある方がね おられたんですよ、で一応リハーサルやって僕らももう緊張しながらその大御所のそのねゲストの師匠がいらっしゃいって来て大御所ですね。あよろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ。でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の。でもみんな眠たいな言いながらまあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけど、そのまあ。師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまたで最後に二人とも出てきてくれってやるんですよ。できるかー言ってーでちゃんちゃん、はい、でリハーサルはいオッケーってなって、はいはいで、まあまあそうかこんな感じかと思ってたら、ちょっと休憩入ります。あはい、1時間ぐらい全然始まらない。再開。どうなってんの？もう1時とか、もうすぐ2時とかになるでこれ。どうすんの？ほな、当時その師匠のマネージャーの女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありました、そんなの。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめんちょっと分かれへんねんけど、いや私が思うに私はもう長いから分かるんよ。師匠は何も言うてはれへんけど私が思うに松本くんのできるかっていうのがちょっと失礼なんじゃないか。ちょっと待ってごめんごめんちょっと待って台本持ってきて台本もう思いっきり書いてるできるかできるかね、俺このままやっただけやから、うん、別に分かれへん絶対そんなんでしょ怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思う、うん、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど俺多分何のことやと、うん、すいませんなんか言うと、うん、お前何を言うてんねん、うん、アホかって言われて、うん、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、うんうん、いつまでたっても始まれへんから、うんじゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし、はい、分かったって言うてポンコンって、はい、なんかすいませんでした、はい、って言ったら、はい、もうええねん怒ってたくれまさにできるからなるおさんが失礼ですよ。おい先輩にタメ口でってだってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいなあんまり怒ってないあんまり怒ってないいきます。兵頭いきましょう、うん、はい初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行く、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋るのもよう喋らん、でその飛行機がベトナムの飛行機で、でビジネスクラスの前の方を座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とか、あの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえねやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんです。それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時に、
パッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。これ何や思って、普通2つぐらいですよ、はい、で1個バン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ、これはまあ分かるわ、ほんですぐ左から2番目、それは一番左で、左から2番目をポンと押したらウィーンって足上がってくるんですよ、おおなるほどなるほどって、で3番目ポンと押したらうーん言うけど何にも変化しないこれ何やねんお前パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっと興奮ってなってるんですよ、嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで倒す時期やったからおっさんたまたま倒れてただけで、俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ、でこれはもうちょっとおとなししとこう思ってでバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあって、うん、ガバッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんですよ、で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんです、ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ、でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから、おかしいな思っていっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね、で何のボタンかよくわからんからとりあえず押してまいってビャーッと押しとったら、それあの CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で全くわからないんでバー押しとってふわって見たらなんかあの足見えるんです、でふわって見たらさっきの子めっちゃ笑ってた CA さん立ってはるから、え何やって何やねん何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、あ喉も渇いてたからコーラプリーズって言うたんです、でうなずいてピャーって行きはって、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたらスッと戻ってきてコーラくれて、あ言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったらまたそこ押したんでしょうね、またファッと足見えるんですよ、何やねんな思って掘ってみたらまだこうやって立ってはるんですよ、何か言わなあかん思って何やろな思ってコーラ指さしてデリシャスって言うたんです向こうがうんみたいな感じで、ほんで何だろうな思いながらまたガーッやってまた押したんでしょ、また足見えて、こいつ何遍来んねん思ってでちょっと鬱陶しい顔しとこう思ってちょっと鬱陶しい顔で これぐらいの顔でこう上見たんですよ、でこれの3倍ぐらい鬱陶しい顔でこうやって見てるから何で怒ってんのってなったけど、何か言わなあかん思ってもう外雲ばっかりやったけど指さしてああビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン指さして、NO! って言うたら。そっから何も触らずに、ベトナムから。うわー、面白いっす。どうしますか？今日、どうします？どうしましょうか？それはやっぱまだね。まあ、3人しか行ってないですか？僕も行ってないですか？はい、含めて4人ですけども。やっぱこういうのはね、はい、主催者が受けて立たないんですよ。おお、じゃあ陣内くん。なんで？どんな席順やねんか、おかしいやん。俺主催者おかしいやん。あなたが、あなた行きなさいよ。僕行きますか。そりゃそうでしょ。わかりました。じゃあ僕行かせてもらいます。はい。じゃあせっかくなんで、はい、陣内くんも行ってますし、はいはい、陣内くんの結婚式の時ね、はい、それ披露宴とかじゃなくて、あの結構神社で。あ。神社は本当にもう身内神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ、ね、本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいた、嬉しいことに呼んでもらったら、やっぱ陣内君の親戚がね結構おるんですよ、はい、藤原家陣内家があるんですけど、はい、このなんていうんですかね、このノリの違いが結構あったんですよねこう藤原家はね、なんかねもう普通にかっこいいですよみんな、みたいな、であんまりそう結構なんかね神々しい、そうしもう生田神社の中でもその死後は光に乗っ取ったとこですんで、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、もうほんまにもうこんな神社の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ、カンガス来たこうデジカメで確認して OK 何やねこいつ思ってたんですよね、正直僕は神社の親戚の方ってほんで今からご両人が入場されますみたいなんで、もうなんかすごい十二人みたいな、ね、ですね、で陣内もなんかこう神秘に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかね、こうエボシみたいな百人種でしか見たことないような帽子かぶってこう出てきたのを見て、そのぶっちゃ写真って言った陣内の親戚が藤原紀香さん見てめっちゃ可愛い
めっちゃ可愛いね。そりゃそうやろと。女優やん、ね、めっちゃ一通りバシバシとだと、うん、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね、はい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 、藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いってこうもがとして見て、なんやねこの人を思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の写真がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがるね、これかぶちゃこいつ思ってでもなんやねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当の最後ちょっと軽い食事会みたいなね催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶ね、新郎のお父さんの挨拶です、締めるとこですよね、ちょっと雨もしとしと、はい、本日は若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございました。なんじゃこの回なんじゃこの回っていうグラグラで終わったっていうあーこっちテレビで中継してんでよかった何を言うんやったか何を言うんやったかありがとうございましたせめてそれだけ口に出さへんかったらバレへんかったおごそかなありましたな、そこは本当にオンエアしてなくてよかった、うん、テレビあっち行かんでよかったね、あそこはすごかったね、ですね、そこ の, あの一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテルで、まあ、そこへ泊まって私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で,、うん、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、うん、でも探すって言ったって階は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ下から、その森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、はい、下のベランダからですね、はい、26階ぐらいですよね、はい、あのベランダに乗ってこうやってせーのバンって掴んで、はい、そのベランダのあのこの杭ありますよね、はい、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足で7階に7階に、ね、はい、こうやって、うん、スパイダーマンみたいなもんですよ、はいはいはい、これでみんな、お何やってんだ、おえってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだって、そしてそこからポンとここのそベランダに降りてきて、イエーイイエーイイエーイ怖い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 、それをみんな身震いがしてもうみんな黙ってるわけですよ、で森さんが何やってんだ何やってんだそれなんか言わないでしょそういう感じですよ、そういう感じ、ほんまですか、そんな感じじゃないですか、そういうなんかこう、どう身体能力がすごい長けただからすごい痩せてて筋肉質で、筋肉質で背がそんなさ、まあ、中背ですよね、いや、で森さんなんて言ったんですか、でもどうなん何やってんだこれはね、はい、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はいはいはい、そしたら森さんが、もう35年前の話だからもう言っていいよって、もういいよって許可をもらって、はい、今日はこれをね話することにしたんです、はいはい、だから森さんに怒られたこととかはないんですか、あんまり、あ森さんにはやっぱりあの司会やっててこうタイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けましたね、まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか、いやそれは森さんのあの感じで、はい、まだ違うよいやっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って本当はもっとできるんですよね、もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、ああやっぱ失礼じゃない、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、こんばんは全然ダメじゃない全然笑って全然ダメじゃないですか、じゃあいきますよ、はい、はい、おっあのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、できるか、またですか、まさにできるかイエーイ、なんて言うの、なんてないですか、それはね、なるおさんが失礼ですよ、おい
先輩にタメ口でってだってその後のリハーサルも俺ずっとできますかいなあんまり怒ってあんまり怒っていきます。兵頭行きましょう、うん、はい、初めて飛行機のビジネスクラスに乗らせてもらった時の話なんですけど、はい、大阪の番組でベトナムに行く、で初めてビジネスクラスに乗せてくれる、で緊張して座って、で僕英語全然ダメなんですよ、でもう読むのもできへんし喋んのもよう喋らん、でその飛行機がベトナムの飛行機 でビジネスクラスに前の方座らせてもらったんで、前は席じゃなくてちょっと空間とか、あの壁のとこやったんですけど、これほんまに思いながらパッて見たら CA さんもベトナムの人で、なんかあの綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろ思いながら、でちょっとちょっと笑った方がええのかな思いながらってやったら、そのままうなずきもせんと、あ、わかんねえやみたいな、なんかどうしていいかわからん状態なんですよ。それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ、はい、で1個バーン押したらウィーン言うて氷ぐらいにもしていくんですよ、これはまあ分かるわ、ほんですぐ左から2番目、それは左1番左で、左から2番目をポンと押したらウィーン言うて足上がってくるんですよ、おーなるほどなるほど、で3番目ポンと押したらウィーン言うけど何にも変化しないこれなんやねんお前パッて見たら横のベトナムのおっさんがちょっとこうふーんってなってるんですよ、嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してモンスター倒れていくんで倒す時期やったから、おっさんがたまたま倒れてるだけで俺一瞬何やねんこれってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。でこれはもうちょっとおとなししとこう思って、でバーって見てて、また横になんかごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて中見たらなんか入ってるからガバッて出した、これモニターがあったんですよ。で何やこれ説明書見たんですけど全部英語なんですよ、ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ、でゲームも日本やったら絶対せえへん雑誌ゲームなんですよ、なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです英語やから、おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個あの上半身から上のこういうポーズのボタンがあって、あ、きつかったなあれな、きつい時だったんでちょっとまあいい酒飲みすぎた、そうやな、それあそこから始まってたの、始まったんです、はい、そうさ あこうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします、吉井をね、出して、あ、どうした、いやーとうとう昭和の話ですね、はい、昭和の話聞きたいですね、ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました、ね、はい、まあ、森さんがもちろん すごくいい、北の蛍とか、はい、冬のリビエラとか、ヒット曲がもうものすごいヒット曲を持っている時代に全国を回り、はい、それで、まあ、海外からも来てくれないかという、はい、まあ、ブラジルは、まあ、私は行きませんでしたけど、はい、ハワイ公演、はい、ロサンゼルス、サンフランシスコで、まあ、ハワイ公演の私、まあ、一緒に行きまして、まあ、ハワイに泊まりますよね、はい、で森さんはだいたいスイートルームの、まあ、一番上の27階か8階ぐらいのところの一番、はい、もうペントハウスみたいな、そうですね、そこ の一番、ビーチの真ん中ぐらいのところにあるいいホテル、はいはいはい、で、まあ、そこへ泊まって、私たちもそこの階にね、はい、こうみんな泊まるわけですけど、まあ、付き人がなんか入ったばっかり で、はい、であるその、これから仕事の打ち合わせをしようとしたらその付き人がいないわけですよ、はい、そこに、はい、どうしたんだって、うん、もうみんな探せって、でも探しってたって会は違うし、どこ行っていいか分かんない、私なんかもハワイ初めてなので、ずっとまあ心配して待ってたらですね、なんか音がするんですよ下から、それは森さんが泊まってるちょうど下が付き人の部屋だったみたいです、はい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 、そしたらそのベランダのですね、はい、下のベランダからですね、はい、26階ぐらいですよね、はい、あのベランダに乗ってこうやってせーのバンって掴んで、そのベランダのあのこの杭ありますよ、あれを手すりを持ちながら上がってくんですよ、こうやって足え7階に7階に、こうやって、スパイダーマンみたいなもんですよ、これでみんな「お何やってんだ」って「おい」ってもうみんな こんなになっちゃったわけですよ、何やってんだって、こうやってそれからポンとここのベランダに降りてきて「イエーイ
怖い。それを女身震いがして、はい、もうみんな黙ってるわけですよ、はい、で森さんが言わないでしょ。そういう感じですよ。そういう感じ。ほんまですか、そんな感じなんですか。そういうなんかこう、身体能力がすごい長けた。だからすごい痩せてて、筋肉質で、筋肉質で、背はそんなさ、まあ中背ですよね。いや、で森さんなんて言ったんですか。でもどうなんか、何やってんだよ。これはね、実はね、はい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですかって話、そしたら森さんが、見て、こっち見て、みたいな、言われるから、こうしてたんですよ。でもたくさん来てはるから、もう結構長かったんですよ。まあ、こう、僕をパチパチ横から撮ってたら、旦那さんが、ほんまもう、君ら、パパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる。思わんけええやんけ。めでたいぞ。その時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけど。こっち向いてください、こっち向いてください。結構考える、まああったと思うんですよ。その、言うたら、バーって取って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけど、こう。結構長くあって僕横パチパチ。君らもパパラッチか。あ？何それ？全然思んない。全然思んない。いやもちろんプロじゃないです。こう皆さんが言うたらそれは滞在感わかります。一般の方ですし、ええとこの子。そうやでお前。はい、もうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいてもう全然思んない。はあ、そうやろ。ほんで、はぁと思って。ほんで、次、君らもパパラッチかって言ったら、こっちに集まってる人らもう、はぁって。はぁ思って。なんで笑ってんの。ええや、思うたら愛想笑いにも程あるやろ、みたいな。ほんで、横でパッて妹見たら、妹は全然このままやったんですよ。あ、ほんで、妹も思んないと思ってんのかなと思って、その、まあ、披露宴の、ちょっとなんか休憩ですかね、終わった時とかに妹とパッと終わった時に、お前の旦那、あれやろ、男前やな、って。うん、そう、みたいな。でも、あの君らもうパパラッチかって言ったらあんまり聞いてたかみたいな、うん、全然思んないなみたいな言ったら、ええねお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな、もうそやな、まあすごい、だから僕とは全然生き方ちゃうなというまあその人なんですけど、うちの母親死にまして、あのそれから何年か経ってですけど、大阪の病院で今晩が山やいう時に僕の嫁はん、そしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかね、それと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです、忙しいのに今来てくれはって。ほんで、ばーってこう、亡くなる前ぐらいにはもう僕と、おとんと、そして妹、ほんで、おかん。で、いう状態になってたんですよ。で、まあ、亡くなって、わー、みたいな、泣いてる二人、みたいな。で、僕もちょっと椅子横座って、ぼーっとおったんですけど。ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからかわかんないですけど、嫁はんと娘が来て。でも、娘、嫁はんちょっとこう、泣きながら、ばーばー、死んじゃったで、みたいな。まあ、娘に言うわけですよ。娘はもうわからんから、うん、みたいな。でもバイバイと言う、みたいな。で、バイバイ、みたいな。で、ちょっと触りとかって、うん、いやいや、とか。でもそんな絡みあって、うん。まあ僕は別に喋らず、うん。あ、もうええ、もうええ、みたいな。で、まあ二人出て行った。ほんで、一泊ぐらい置いて、その旦那さんが、こう入ってきたんです。で、僕の中ではもうあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、ああ、みたいな。で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だもう向こうじゃないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで、ああ、みたいな。で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だもう向こうも、って感じだったんですけど、僕こうやって待ってたら、ギーって会えたら、もう、顔が、っていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうか、ちょっと泣きながらですけど、もう、バッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時に、まあ、僕もうパパラッチのこともあるからちょっとほや死にたてほやほやではありますが、もう悲しいです。でもパッて見た時にだから僕もちょっとえっと思って、でもまあそんなん来てもうてるし、そんなん言うたらあかん。だからバーって妹はもうしくしくこう泣いてるわけです。そこにバーってはぁ、あ、思ってお母ちゃん、お前おかしいぞ。ドラマやん。あ何それが何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って、僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時にあれ顔ちょっとあれと思って、わーってカツカツが来たみたいな、
何やそれ何やドラマかドラマそれやったでよ一回何回自分でこすんだそれでその旦那さんがこう来てやったら妹も何やそれ何やそれ妹もここに手を動いて何やそれだから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなというお前おかしいだからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという喋れば必ず誰かを傷つけるねえ厳しいな厳しいな厳しいなお母さん亡くなってかわいそうやなと思うのがこっちどんな感情で聞いてたんやこれちょっと芸人の差がやなというああありの番組の AD さんの話なんですけど初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですかチーフ AD なんですかねになるって言ってその後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていうあの上のディレクターとかに言われてああお願いしますっていう話をしてたらやっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集が長かったらしくて寝ずにそこに来てたらしくてあの本番始まったらうとうとしてるんですねそれがあの何回か続いててでもまあしゃあないか別に普通にカンペも出るからいいかと思っててで何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながらこっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよねじゃあ本番行きます7秒前って言って9、8丁寧にいつもセットしてくるんですものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですそれまでつかめつかめって言ってた人がつかめるとつたん離せ離せ離せつかめけどその子はもうそんなにちゃんとね掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですで離せ離せっつってものすごく引っ張られて最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんですよっぽどですよっぽどよっぽどですよ仏さんで殴ったらあかんやろさすごいですねすごいね怖かったですよでもそのほんまにでも霊は降りたってことですよねそうっすよやっちゃいけないんですよそんなことそう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 さあこれを僕の、はい、あの妹の旦那さんの話なんですけど妹の旦那さんっていうのはすごいええとこの子なんです、はい、あの名古屋の松川屋老舗という、はい、まああのすごい老舗おまんじゅう屋さんに妹が嫁ぐことになりまして僕が今まで、大きな結婚式、行かしてもらったベスト2 1位は陣内紀香、2位はうちの妹なんですよ、それぐらい大きなところで、であのお金持ちと結婚するってなって、うちもわーってもう全然会えへんな、悪いな、貧乏やなというふうな感じになってたんですけど、あちらは本当にあの妹が名古屋行って帰ってきた時にもう人間の数よりパソコン多かったわ言ってすごいもうええー、言うて驚くぐらいすごい僕ら言うたらね一家に一台ぐらいしかない時にええー、言うて誰使ってんのみたいな話でほんでまあ言ったら男前の割とシュッとした感じで、ね、すごいまあ昔からええとこの子しかも大学ではそのなんか伝統芸能のサークルに入ってるなんですよ。ショーで、披露宴でファーンみたいなのをこう披露されるような方で、あ、すごいなと思って。で、僕結構あの写真が趣味なんで、今あの、おかんに、あんた普段から写真みたいなの撮ってんやったら、妹の撮ったりやれて言われて、あ、わかった。つってまあ撮ってたんですけど、ケーキ入刀ですってなったんですよ。まあその時にあの、カメラをお持ちの前方は前の方にってなって、みんながわーって行きはるから、僕もその同じ方向を撮ってもしゃあないからもうケーキやって2人おってこっちが撮ってる横から僕はまあ撮ろうかなと思ってこっちおったんですねでまあパチ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 ほんなみんなバーってやったらこう妹と旦那さんがこっち見てこっち見てみたいな言われるがこうしてたんですでもたくさん来てはるからもう結構長かったんですまあこう僕をパチパチ横から撮ってたら旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよはぁ、あ、思ってる思わんけええやんけめでたいぞ止めようとでも今3人目の子が行っちゃってると、うん、じゃあその子が戻ってきたらやめましょうと、うん、これはやばい、うん、そしたら3人目の子行ってるから待ってたんですよ、うん、そしたら青木ヶ原の真っ暗な青木ヶ原の中で、うん、ギャーッ
って声だけ響いたんですよ、うわーっつってスタッフが何だと思ってスタッフが何かわーって走ってったんですよ。でなんだなんだなんだと思ったら、その子がもう失神ですよね、わーってもうカッチカチで痙攣しながら運ばれてきたんですよ。で見たらもう目ってこんな白くなるのっていう、ぐるっとぐるっと巡られて真っ白でっけなんですよ。うわーっつってでも痙攣して全然もうカチカチで動かないんですよ。でとにかくっつってバスの後ろが広いんでバスの後ろ運んじゃおうっつって運んで連れてってうーってやってるんですよ。うーっつってでなんかやってるんですよ。で何言ってるんだと思ったら、うーあいつと目が合ったあいつと目が合ったって言うんですよ。うわーと思って、要は写真撮るとき覗くじゃないですか、はい、でその時にあいつと目が合ったってこと言ってんじゃないのっつって、うわ怖い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 、どうすりゃいいのっつって、そしたらそのうちギャーって言うんですよ。その子がもう一回、はい、ギャーっつったと、あいつが来るよって言うんですよ。あいつが来るよって叫んで霊媒師の人呼んだんですよ、うん、ちょっと来てくださいっつったら、うん、私にはどうすることもできないっつって帰っちゃったんですよ。っつって霊媒師いなかったら僕らどうすることもできないですよ。痙攣してる、白目も見てる、あいつが来るよって叫んでるんですよ、うん、どうすりゃいいんだっつったらプロデューサーがちょっと待ってくださいっつってバッグ持ってきて、バッグペロッて開けたらなんか木彫りの仏さんみたいなの出してきたんですよ。何かあった時のために持ってきたんです、うん、でそのプロデューサーがその痙攣してる女の子のところに行って、つかめつかめって言うんですよ。で女の子はもうこうやって固まって痙攣してるから、つかめつかめって全然つかまないんですよ、うん、ですごい近く行ってつかめつかめって言ったら、そのプロデューサーの頭ガンってつかんだんですよ、その子が。でそのプロデューサーっていうのは、うん、ものすごく毛が薄いんですよ、うん、けどものすごく丁寧にいつもセットしてくるんですよ、うん、ものすごく髪の毛を大切にしてる人なんですよ、うん、それまでつかめつかめって言ってた人がつかめるとつたん離せ離せ離せつかめけどその子はもうそんなにちゃんとね、掴んで今度は引っ張ろうとしてるんですよ。で離せ離せっつってものすごく引っ張られて、最後に離せっつってんだろっつって仏さんで殴ったんですよ。よっぽどですよ、よっぽどですよ、よっぽどですよ、仏さんで殴ったらあかんやろ。すごいすごいね、怖かったですよ。でもそのほんまにでも霊は降りたってことですよ、ね、そうっすよ、ね、やっちゃいけないんですよ、そんなこと。そう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 、あ、うん、あ、おお、森さんなんて言ったんですか。でもどうなって、何やってんだこれはね、実はね、はいはい、森さんに電話して、はい、これ言っていいですか、はいはいはい、そしたら森さんが、あ、もう35年前の話だからもう言っていいよ、もういいよと、もういいよって許可をもらって、はいはい、今日はこれをね話しすることにしたんです、はいはい、だから森さんに怒られたこととかはないんですか、あんまり。あ、森さんにはやっぱりあの司会やっててこうタイミングが悪いとか、はい、いろいろご指導は受けましたね、まあ、もちろんそれはそう、はい、どういうふうに言われるんですか。いや、それは森さんのあの感じで、はい、まだ違うよ。いやいや、やっぱり森さんに世話になりましたからね、やっぱりモノマネするっていうのは失礼じゃないかと思って本当はもっとできるんですよね、もっときちんとできるんですけど、あえて下手にしてる、やっぱり失礼じゃない、許可いただいたから大丈夫じゃないですか、うん、こんばんは。全然ダメじゃない、全然笑って全然ダメじゃないですか。じゃあ行きますよ、はい、はい、うわっ、あのですね、はい、僕はこれ小学2年生の時ですけれども、うん、2年生と6年生が同じバスでバス遠足に行くっていうのはあったんですよ、うん、で、まあ、あの2年生と6年生みんな体育館に集められて、うん、こう先生から注意事項を聞くんですが、僕の同じクラスにこれ大ちゃんっていう、大輔と同じ名前なんですけど、うん、大ちゃんっていう子が、うん、もうすごいね、癇癪持ちみたいな子で、うん、もう授業中とかもうわー言うたりする子なんですよ。ほんで非常ベルすぐ押したりする子なんですよ。で、大ちゃんいつも怒られてるんですよ。ほんで、さあ、注意事項しますよ、って体育館集められて、みんなこう、パイプ椅子座って、こう聞いてたら、目的地まで、ノンストップで行きますから、トイレはね、バス乗る前に先行っとくようにって言ったら、大ちゃんが、おい、絶対ノンストップやな、信号無視すんねんな、
って言いよるんですよ。ほ先生が、いや、大輔、ほら、通過しなさいって言って。ほんで、まあ、体操服で行きますから、お尻に名前を書いてくるように言ったら、まだ大ちゃんが、うめ、お尻に名前書いて、体操服着て見えへんわって言って、言いよるんですよ。先生もさすがにキレて、大輔、静かにせえ、言うとんな言って、キレられた、もう大ちゃん、うわーなって、座ってた椅子、ぐわー持ち上げて、お前、ぶっ殺したろって言ったんですよ。ほんで、うわ、怖ー思って、もう、シーンですよ。もう先生が、大輔、なんで殺すんやって、理由を聞いたんですけど、大ちゃんもう、うわーなって、包丁で突き刺してやるシーンですよ。ほんなら、6年生のうちの聖児兄貴が立って、いついらんやんけ体育館が爆笑に。の人で、なんかあの、綺麗な顔をした女の人がずっとこうやって笑顔でこうやって僕の方ずっと見てるんですよ。何やろと思いながら。で、ちょっと、ちょっと笑った方がええのかな思いながら、ってやったら。そのままうなずきもせんとあかんねんやみたいな、なんかどうしていいか分からん状態なんですよ。それで飛行機バーンってなってプーンって言って、まあ座席倒していいよってなった時にパッて見たらボタンが4つあるんですよ、座席的なボタンが。でこれ何や思って、普通2つぐらいですよ。で1個バーン押したらウィーンって氷ぐらいにもしていくんですよ。これはまあ分かるわ。ほんで、すぐ左から2番目、それは左、1番左で、左から2番目をポンと押したら、ウィーンって足上がってくるんですよ。おー、なるほど、なるほど。で、3番目ポンと押したら、言うけど、何にも変化しない。これ何やねん、お前。パッて見たら、横のベトナムのおっさんがちょっとこう、ふーんってなってるんですよ。嘘やんって一瞬なったんですけど、たまたま僕話してもおっさん倒れていくんで、倒す時期やったから、おっさんがたまたま倒れてるだけで、俺一瞬何やねん、これってなって、これ3番目おっさんやったら4番目どこ倒れんねんみたいな空気になったんですよ。で、これはもうちょっとおとなししとこう思って、で、バーって見てて、また横になんか、ごっついなんか肘置くとかあって、ガパッて開けて、なんか見たら、なんか入ってるからガバって出した、これモニターがあったんですよ。で、何やこれ、説明書見たんですけど、全部英語なんですよ。ただゲームができるっていうのはうっすら分かるんですよ。で、ゲームも日本やったら絶対せえへん、ざっついゲームなんですよ。なんか猫の保安官がなんか来ないなって何これみたいな、まあまあとりあえず飛行機やからやってみようかないうテンションので、まあまあこれでやろうかな思ったけど、もう電源の付け方さえも分からないです、英語やから。おかしいな思って、いっぱいボタンあるからどん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 押しとったら、その中に1個上半身から上のこういうポーズのボタンがあったんですね。で、何のボタンかよくわからんから、とりあえず押してまいって、ビャーッと押しとったら、それ、CA さんを呼ぶボタンやったらしく、で、全くわからないんで、バー押しとって、ふわって見たら、なんか足見えるんです。で、ふわって見たら、さっきの子めっちゃ笑ってた、CA さん立ってはるから、え、何やって、何やねん、何やねんってなって、まあ、とりあえず何か言わなあかんのかな思って、喉も渇いてたから、コーラプリーズって言うたんですよ。で、うなずいてピャーって行きはって、ほんでまたもう電源つけへんやん思ってたら、スッと戻ってきてコーラくれて、あっ、言うて、ほんでまた帰りはって飲みながらバー押しとったら、またそこ押したんでしょうね。またファッと足見えるんですよ。何やねんな思って掘ってみたら、まだこうやって立ってはるんですよ。何か言わなあかん思って、何やろな思って、コーラ指さして、デリシャスって言うたんですよ。向こうが、うん、みたいな感じで、うん。ほんで、何だろうな、思いながら、またガーやって、また押したんでしょ。また足見えて、こいつ何遍来んねや、思って。で、ちょっと鬱陶しい顔しとこう、思って。ちょっと鬱陶しい顔で、これぐらいの顔で、こう上見たんですよ。ほんで、これの3倍ぐらい鬱陶しい顔で、こうやって見てるから。何で怒ってんのってなったけど、何か言わなあかん思って、もう外、雲ばっかりやったけど、指さして、ああ、ビューティフルって言うたら、ぐわーって俺の顔までこれぐらいまで寄ってきて、ボタン言うてる動きで、ここのエレベーターのボタン、腰で1回、2回、6回押してもうめっちゃ無駄な時間1回、2回、6回、6回の時も顔真っ赤っかりだよ。それで無駄にしてること多いのよね。さあ行きます。はい、来た。わかりました、うん、今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うん、でその時にお猿さんが来て、今モンキッキーさん、モンキッキーさんが女と来たんですよ、うんうん、うわ可愛い子だなと思って、え、彼女かなと思って、でもちょっと顔でかいなとかっていろいろ思ってたんですよ。顔でかい女だなと思って、そしたらまだテレビに出る前の春菜愛ちゃんなんですよ。あややのモノマネする今日もキャプテンに来た、まだ芸能界に入る前の、うん、ここで大阪から
東京に出てきたと、うん、でニューハーフの店で働くためにと、うんうんうん、もう女にしか見えないと、うん、でもやっぱ顔がちょっとでかいんですよ、うん、ちょっと顔でかいけどねって言ってて、そしたらこれは女にしか見えないから、うん、後輩をドッキリにかけようってことで、うん、来てないのがアップダウンだけだったんですよ、うん、アップダウンってコンビいるじゃないですか、うん、でそれのボケの竹森って子がもう北海道から出てきてまだ半年ぐらいでもう純粋な子なんですよ、うん、もう騙すにはもってこいだということで、もうなんとか竹森ってことをファンで言い寄って付き合うっていう方向に持っていくようにしようということで、竹森が来たら、いや実はねこの愛ちゃんっていう子がすごくファンだからちょっと一緒に飲んであげてっつって、おー全然いいですよって言ったら、うわ超かっこいい竹森くん超かっこいいとか言ったら、もう竹森もなんか鼻の下伸び出して、ね、やばいっすかみたいな、だって乾杯みたいになってもう飲んで、やし、ね、1時間ぐらい泳がしたんですよ、うん、したら結構酔っ払ってきて、でも本当に付き合いたいんだけどっつったら、え彼氏とかいないですかって、うんいない付き合いたいっつって、ダメって、いや僕も彼女いないから断る理由はないですけど。これは来たと思って、おかしいと思って、じゃあ付き合うでえっつったら、いやまあはいって言った瞬間に、このままで終わるのもったいないなと思ったから、うん、すぐ愛ちゃんを呼んで、チッチッって呼んで、って打ち合わせして、でそれでまた愛ちゃんを戻した後に竹森を呼んだんですよ。竹森ちょっとっつって、で来て、どう愛さんとっつって、急にさん付けにしたんですよ僕は。いやなんか付き合う方向になっちゃいましてみたいな、もう超喜んでるんですよ顔が、もう本当あんな可愛い子いいんすかね僕とかって言ってて、それまずいなっつって、いやあの人浜田さんのこれなんだ。で僕も全然おかしい、お前おかしいぞ、ドラマやん、何でそれが何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って、僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ、入ってくる時に、あれ顔ちょっとあれと思って、うわーってカツカツが来たみたいな、何やそれ、何やドラマか、ドラマやったでよ、一回何回自分でこすんの。それでその旦那さんがこう来てやったら、妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手こうやって何やそれ、だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという、だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという、喋れば必ず誰かを傷つけるねえ、厳しいお母さん亡くなってかわいそうやなと思いながら、こっちどんな感情で聞いてたんやろ、芸人の差がやなという、ありの番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていう、あの上のディレクターとかに言われて、あお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集がなかったらしくて、寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね、それがあの何回か続いてて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、うん、こっちの声で本番行くよみたいなのが入ったんですよね、うん、じゃあ、本番行きます、7秒前って言って、9、8、7、7よく言ったらディレクターにボコーンってやってガーッ連れてかれてそれからその AD さん見てない、これお前何やろねえ、うんなんて2回言ってるってなったよ、言ったし1回あれって思うよね、いきます、何これ、これ下手したら今日出ない人いるかも、出ない人いるよ、複雑な気持ち、まあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔あの大阪時代に、はい、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はいはい、で正月番組をね、はい、なんかこうでまあ2人出てった、ほんなら1泊ぐらい置いてその旦那さんが
入ってきたんです。で、僕の中ではあんまりお会いしてないです。何やったら結婚式以来ぐらいやったんで。うん、で、どんな感じでこう、その前に会った時に、だもう向こうも、って感じだったんですけど、もうこうやって待ってたら、ギーって会えたら、もう、顔が、っていう顔なんですよ。嫁はんは割と普通っていうか、ちょっと泣きながらですけど、もう、バッて入ってきて、僕こうやってパッて見た時には、僕もう、パパラッチのこともあるから、ちょっと、ええやん、それは。ほや、ほや、死にたてほやほやではありますが、僕も悲しいです。でも、パッて見た時に、だから僕もちょっと、えっと思って。で、まあそんな、着てもうてるし、そんなん言うたらあかん。だからって妹はもう、しくしくこう泣いてるわけです。そこにバーって。はぁ、あ、思って。おかしい、お前おかしいぞ。ドラマや。あ、何それは何か言うんかなと思って、僕もパパラッチカとかもあるから何か言うんかなと思って、僕こうやりながらこうずっと見てたんですよ。入ってくる時に、あれ顔ちょっとあれと思って、わーってカツカツが来たみたいな。何やそれ、何や、ドラマか、ドラマやったでよ。一回何回自分でこすんだよ。それでその旦那さんがこう来てやったら、妹も何やそれ、何やそれ、妹もここに手動いて、何やそれ。だから僕とはやっぱり全然生き方の違うええ人なんやなという。だからやっぱ死にたてほやほやでもやっぱりこうツッコミの気持ちみたいなのが出てまうんやなという。喋れば必ず誰かを傷つけるねえ。厳しいな。お母さん亡くなってかわいそうやなと思いながら、こっちどんな感情で聞いてたんや。ちょっと芸人の差がやなという。番組の AD さんの話なんですけど、初めてあのカメラの横につくっていうフロアディレクターに昇格っていうんですか、はい、チーフ AD なんですかね、になるって言って、その後今日やりますんでよろしくお願いしますねっていうの、あの上のディレクターとか言われて、あお願いしますっていう話をしてたら、やっぱ前日とかその VTR 見てやる番組やったんで編集が長かったらしくて、寝ずにそこに来てたらしくて、あの本番始まったらうとうとしてるんですね。それがあの何回か続けて、でもまあしゃあないか、別に普通にカンペも出るからいいかと思ってて、で何ブロックか済んだところぐらいでその AD さんがあのフラフラになりながら、なんて2回言ってるってなったよ。言ったし1回あれと思うよね。何これ、これ下手したら今日出ない人いるから、出ない人いるよ。複雑な気持ち、まあね、これねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔大阪時代に、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はい、で正月番組をね、はい、なんかこうなんでしょう、コメディで、はい、なんかこうてなもんやみたいな やつかな、はい、そのこう江戸時代劇ものの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなのあって、はい、で僕の役が二役やったんですよ、はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこれ二役で早着替えみたいなのもある言って、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけど、その中でまあそのゲストでですね、もうすごい大先輩ですよ、まあ方ある方がね おられたんですよ。でリハーサルやって僕らももう緊張しながら、その大御所のそのねゲストの師匠が、いらっしゃいって来て大御所ですね。ああよろしくお願いします。でもう前日リハーサル室でリハーサルですよ、はい、でそんだけの人ってなかなか集まれないですから、はい、結構12時ぐらいから夜の、はい、でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、じゃあリハーサルしますって代表片手にこうリハーサルやるんですけど、はい、そのまあ師匠がね、はい、よっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、まあ、僕バーッ出てきて、はい、殿様殿様でまた僕こう早着替えでまた、で最後に二人とも出てきてくれってやるんだ。できるかー言って、
言って、ちゃんちゃん。はい。で、リハーサル、はい、オッケーってなって、はい、で、あまあまあ、そうか、こんな感じか、と思ってたら、ちょっと休憩入ります。あ、はい。1時間ぐらい。全然始まらない。再開。どうなってもう1時とか、もうすぐ2時とかになるで、これ。どうすんのそれは当時、その師匠のマネージャーの女マネージャー、女マネージャーが来て、ちょっと松本くん、師匠に謝ってくれるかな。ありました、そんなとこ。ごめん、ちょっと分からへん。何ごめん、ちょっと分からへんねんけど。いや、私が思うに、私はもう長いから分かるんよ。師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うに、松本くんの、できるかっていうのが、ちょっと失礼なんじゃないか。ちょっと待って。ごめんごめん。松本さんと3人でちょっと温泉行こうか、言って。要は温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、今回ホテル行ってみひんか、言って。ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ。で、まあまあ楽しいなぁ言って、朝起きて、朝ごはん食べに行こう、三人とも浴衣で、ね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ。結構離れてるんですけど。はい、で、行ったら、さあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません。部屋に一旦帰っていただいて、私服に着替えていただかないと、浴衣のままでは入れません。って言われたんですよ。もちろん僕が一番後輩ですから、はい、これはもう僕がパパッとさばかんとあかんな思って、はい、いやいや、ちょっと待ってくださいよと。なんで言うことやったらあかんのですかって聞いたら、いや、他のお客様に迷惑になりますんで、いや、ね、浴衣で朝ごはん食べてて、誰のご迷惑になりますと、誰の気分を害しますって言うてたら、キム兄が、おらおら言うて、俺の前で、その人店員に、お前じゃもう話にならんのじゃ、支配人呼べおらほんなら支配人来はって、すいません、どうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねん、どうやすんねん言うたら支配人が、すいません、お部屋に戻られて、私服に着替えていただいて、来てください。なんでじゃこら言うて、聞いてないと。そんなことは聞いてない言うたら支配人が、大変申し訳ございません、どうやすんねん、いや、部屋に戻って、私服に着替えて、なんでやねん、こらー言って、いや、他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやーなんて、どないすんねん、すいません、部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で、松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん。俺の私服浴衣やったらどうすんねん。偉いもんですよ。支配人が浴衣のままどうぞ。素晴らしい。ほんま結局浴衣のまま食べたもん。食べました。はい。はい。来ました。これはもう完全に浴衣ですよね。4、5年前の話なんですけど、初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね。その当時全く仕事がなかったんですけど、1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。うわすごいな。これは仕事が全くないからもうやるしかないね。でもう本当だけどペロッと舐めたんですよ。でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッと舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかな。僕も言ってないですか、はい、含めて4人ですけども、やっぱこういうのはね、はい、主催者が受けてたたんですよ。おお。じゃあ陣内君。なんで。どんな席順やんか、おかしいやん。俺主催者おかしいやん。あなたかい、あなた行きなさいよ。僕行きますか。そりゃそうでしょ。わかりました。じゃあ僕行かせてもらいます。はい。じゃあせっかくなんで。はい。陣内君もいてますし、はい、陣内君の結婚式の時ね。はい。それ披露宴とかじゃなくて、結構神社で。あ。神社は本当にもう身内付けみたいな神聖なすごい感じのやつに呼んでいただいたんですよ。本当にもう両家だけでやるようなやつに呼んでいただいた、嬉しいことに呼んでもらったら、やっぱ陣内君の親戚がね、結構おるんですよ。はい、藤原家、陣内家があるんですけど、はい、この、なんていうんですかね、このノリの違いが結構あったんですよね。こう藤原家はね、なんかね、もう普通にかっこいいですよ、みんな。
みたいな、うん、であんまりそう結構なんかね神々しい、そうし、もう生田神社の中でもその死後は光に乗っ取ったとこですんで、うん、まああんまり写真とかも良くない空気なんですけども、はい、うん、もうほんまにもうこんな陣内の親戚の事件記者みたいなこうもうあちこち撮ってるんですよ、はい、カンガス来た、はい、こうデジカメで確認して OK 何やねこいつ思ってたんですよね正直僕は、はい、陣内君の親戚の方ってほんで今から、ご両人が入場されますみたいなんで、もうなんかすごい十二人みたいな、ね、ですね、で陣内もなんかこう神秘に乗ってたこういう、はいはい、なんていうんですかね、こう。エボシみたいな。エボシみたいな。百人種でしか見たことないような帽子かぶってこう、出てきたのを見て、うん、その、ぶっちゃ写真撮ってた陣内の親戚が、藤原紀香さん見て、めっちゃ可愛い何やねん、めっちゃ可愛い、そりゃそうやろ女優やんね。めっちゃ。一通りバシバシとだと、うん、めっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってデジカメ遡ってずっとね、藤原紀香さんの横顔とか見てめっちゃ可愛いめっちゃ可愛いってこうもがとして見てんの、はい、何やねんこの人思ってたら最後バーって巻き戻りすぎてプライベートで撮った自分の犬の写真がパッて出たんですね、うん、それ2分ぐらい見てやがんねこれで何でこいつ思ってでも何やねん陣内家と思ってたら最後にそのもう本当の最後ちょっと軽い食事会みたいなね、はい、催して陣内のお父さんがやっぱ挨拶、うんね、新郎のお父さんの挨拶です、締めるとこですよ、ね、ちょっと雨もしとしと、はい、本日は若い二人のために皆さん足元の悪い中何を言うやったかありがとうございました。なんじゃこの会なんじゃこの会すいません、部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間ずっと支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、偉いもんですよ、支配人が浴衣のままどうぞ素晴らしい。ほんま結局浴衣のまだ食べたもん。食べました。はい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 。ました。これはもう完全に浴衣ですよね。四五年前の話なんですけど、初めて1時間番組やらせてもらえることになったんですね。その当時全く仕事がなかったんですけど。1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになって、でその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で、僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。うわすごいな。でも仕事が全くないからもうやるしかないからね。でもう本当だけどペロッて舐めたんですよ、うん、でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッて舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、でそのペロッて舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん素敵や、怒っていただいて、本当に怒っていただいて、人生舐めずにこれ舐めて行きます。はい、はい、ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、ね、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど、中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど、些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど、空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか、今書くのを2000〇〇〇7とか27000細かいのはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんな日村と昔まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る
時があったんですね、はい、で、終電も間に合わないからっつって、うん、乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ、うん、そしたら、日村はないからもうケーキあって2人おってこっちが取ってる横から僕はまあ取ろうかなと思ってこっちおったんですね、うん、でまあパチ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 ほんなみんなバーってやったらこう妹と旦那さんがこっち見てこっち見てみたいな言われるからこうしてたんですよ。でもたくさん来てはるからもう結構長かったんですよ。まあこう僕をパチパチ横から撮ってたら旦那さんがほんまもう君らパパラッチかって言ったんですよ。はぁ、あ、思ってる思わんけええやんけめでたいぞ。ですその時点でもちょうど古かったです。めちゃめちゃタイムにやったらまだあれですけどこっち向いてくださいこっち向いてください結構考えるまああったと思うんですよ。その言うたらバーって撮って言うてすぐ言うたんやったら僕まだいいんですけどこう結構長くあって僕横パチパチ君らもパパラッチかあ何それ全然思んない全然思んないいやもちろんプロじゃないですよ皆さんが言うたらそれは滞在感分かります一般の方ですしええとこの子そうやそうやでお前はいもうそのすごい立派な人だからっていうのさっぴいても全然思んないハードだよお前ほんでハード思ってほんで次君らもパパラッチかって言ったらこっちに集まってる人らもうああは思ってなんで笑ってんのええや思うたら愛想笑いにも程あるやろほんで横でパッて妹見たら妹は全然このままやったんですよ、ほんで妹も思んないと思ってんのかなと思ってそのまあ披露宴のちょっとなんか休憩ですかね終わった時とかに妹でパッと会った時にお前の旦那あれやな男前やなってうんそうみたいなでも君らもうパパラッチかって言ったらお前聞いてたかみたいなうん全然思んないなみたいな言うとったらええねんお兄ちゃんみたいなボケとかツッコミとか別に意識してへんからあの人はみたいな思ってたやなまあすごいだ僕とは全然生き方ちゃうなというまあそのええ人なんですけどうちの母親死にましてそれから何年か経ってですけど大阪の病院で今晩が山やいう時に僕の嫁はんそしてまあ2歳ぐらいの娘でしたかねそれと、名古屋からわざわざその旦那さん、そうです、忙しいのに今来てくれはって。ほんで、ばーってこう、亡くなる前ぐらいにはもう僕と、おとんと、そして妹、ほんで、おかん。で、いう状態になってたんです。で、まあ、亡くなって、わー、みたいな、泣いてる二人、みたいな。僕もちょっと椅子横座って、ぼーっとおったんですけど。ほんだら、まあ、示し合わせたんでしょうか、先に、まあ、僕の方が長男やからかわかんないですけど、嫁はんと娘が来て、でも娘、嫁はんちょっとこう、泣きながら、ばーばー、死んじゃったで、みたいな。まあ、娘に言うわけですよ、ね。娘はもうわからんから、うん、みたいな。でもバイバイと言う、みたいな。で、バイバイ、みたいな。で、ちょっと触り、とか言って、うん、嫌や、とか。でもそんな絡みあって、うん。まあ僕は別に喋らず、うん。あ、もうええ、もうええ、みたいな。で、まあ二人出て行った。ほんなら、一泊ぐらい置いて、その旦那さんが、こう入って、はいはい、番組やらせてくれることになって、うん、で、その内容っていうのが、はいなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよ。で罰ゲームの内容が本当に過酷で僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐める。うわーすごいな。仕事が全くないからもうやるしかないからね。でもう本当やだけどペロッと舐めたんですよ。でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッと舐めてて、まあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかな、もう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、うん、でそのペロッと舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん。怒っていただいて人生舐めずにこれ舐めて行きます。はい、はい、ジュニアさんどうしましょう。設楽さんなんかどうですか。設楽さんいいんじゃないですか、ね、はい、はい、相方、うん、日村の話をじゃあ、はい、させていただきます、はい、日村もまあドジで、はい、日村はいわゆる側外目を割と言われるんですけど中身もちょっとひどいんですよ。側だけじゃないんですけど些細なことで言ったら飲み物よく振る癖があるんですけど空いてるお茶をまた振ってなったりとか、サインで日付書くのも2000〇〇7とか今書くのを2000〇〇〇7とか2万7 細かい
のはちょいちょいいっぱいあるんですけど、そんなあの日村と昔まあ、2人プラスあともう一人友達がいたんですけど、終電に乗る時があったんですね。で、終電もう間に合わないからっつって乗らないとこれ行っちゃうよっつって走ってたんですよ。そしたら日村タイミング悪いんですけど、そういう時にかけてよくおしっことか行きたくなっちゃうんですよ。はい、それで日村が案の定こう終電に向かって3人で走ってたら、ちょっと俺おしっこしたくなっちゃったからもう行っててくれっつって、でもし終電逃したらでもこれないから行っちゃうかもよっつったら、間に合わなかったら行っていいっつって、で途中で離脱して便所に行ったんですね。で僕ら行ったら電車まだこうドア開きっぱなしの状態で、あまだ大丈夫だったなっつって間に合うかなっつって、そしたら意外と早く来たんですよ、日村が。おお間に合った間に合ったっつって、あ間に合ったっつって来たら日村のズボンのこっちがびしょびしょだったんですよ。うわこいつ漏らしたよ。もう大人なのに漏らしたなっつったら漏らしてないっつうんですよ。漏らしてんじゃねえかお前。どこっからどうやって逆転するんだろう。こっち品がねありすぎたね。そうね、品があったから勘違いしちゃったよね。あ、来ました。つい先日なんですけれども、ルミネ座吉本というね、新宿に我々劇場あるんですけども、そこにですね、うちの先輩木村雄一さん、キムニーとですね、僕の車で助手席にキムニー乗っていただいて、こう向かってたんですよ。まあ、それ土曜日で、結構混んでたりして、で、まあ、地方のナンバーが多いんで、まあ、どんくさいよー言って、結構助手席で、ちょっと目くじらをお立てになられって言ってはったんですよ。どんくさいよ、ほんまに、言って。ほい、ルミネの、7階に劇場があるんですけど、はい、地下の1階が駐車場なんですよ、はいはい、そこは搬入口なんで、うん、その搬入車だトラックとかが止まってる、はい、場合があるんですよ、うん、そうなったら、うん、駐車場いっぱいやとぐるー回ってちょっと離れたところに止めに行かなあかんんですよ、うん、でそこの地下へとエレベーターそのまま7階上がれるんですけど、向こうやと結構歩かなあかんので、うん、これもしかしたらいっぱいかもわからんなと、うん、キムニーが電話してくれて、うん、ルミネのスタッフに、うん、下までちょっと車運転できる子おろおろしといてくれと、うん、ほらその子に乗り換わってその人に持って行ってもうて、うん、僕らはそのまま上がると、うん、言ってほら行ったら案の定もういっぱいあったんですよ駐車場が、うん、ほんであ止められへんなでもそのスタッフの子がいないんですよ、うん、あれおらへんなってパッて奥の方見て一番奥にエレベーターあるんですけど、うん、そこでずっとエレベーターを止めて待ってるんですよ、うん、ほんならもうキムに降りて、うん、おめえおら言うて、うん、誰がエレベーター止めとけ言うとんねん車もうが止めに行け言うとんのじゃ、うん、別れろら言っても地下にキムニーの声が響き渡り、ほんで向こうはもうすいませんすいません言ってすぐ僕の車乗り換えて腹立つってエレベーター乗って、うん、僕7階落ちたんですよ、うん、キムニーがもう腹立つって言ってこんなねアホのためにね、うん、無駄な時間どんだけ過ごさなあかんねん全部アホのために俺らもう被害を被ってんねん、うん、どんだけ無駄な時間過ごさなあかんねん言うてる動きで、うん、ここのエレベーターのボタン腰で1回2回6回押してもうめっちゃ無駄な時間1回2回6回6回の時も顔真っ赤っかでしょ気分にもこれで無駄にしてること多いのね確かにさあいきます。はい、来た。わかりました、うん、今から10年ぐらい前にライブが終わって若手の芸人でみんなで打ち上げをしようってことになったんですよ、うん、でその時にお猿さんが来て今モンキッキーさんで、はいはい、モンキッキーさんが女って来たんですよ、うんうん、うわ可愛い子だなと思って、うん、彼女かなと思ってでちょっと顔でかいなと思っていろいろ思ってたんですよ、うん、顔でかい女だなと思ってそしたらまだテレビに出る前の、うん、こうなってきたらもう吉井ですよね、はい、はい、お願いします。吉井をね出して、あ、浜田。いやー、とうとう昭和の話ですね。はい、昭和の話聞きたいですね。ですね、はい、実は私はですね、はい、30歳から40歳まで、はい、森進一さんの専属の司会を10年間務めました。はい、まあ、森さんが、まあ、子供の時はこう皆さんもご承知の通り、まあ、あんまり裕福ではなかったんです、はいはい、兵庫県の尼崎という、はいはい、まあ、町全体がちょっとまあそんな裕福ではなかったんですが、はいはい、まあ、そこで頑張って、まあ、今こう
アマリカンドリームを手に入れたみたいな。そんな子供の時ですから、はい、本当に長屋の平屋やったんですよ、はい、でもドアも開けっぱなしですから、もう野良猫入ってきたりね、もうそんな家やったんですけど、はいはい、まあ、やっぱこう害虫も多くて、でこうゴキブリが結構多くて、でまあ家族まあ5人やったんですけど、もうあるまあ夏場えらい見るぞっていう話で、はい、でどの辺みんな追いかけるんですけど、見失ったりとかまあいろいろあるんやけど、はい、まあ、5人のまあ家族会議がありまして、どの辺におんねやっていう、巣が絶対どっかにあるぞ、はい、でみんなのこう目撃情報とかいろいろこう出していくと、どうやら壁に当時水枕をね、はい、釘を打って、なんであんなもんをかけてたんかわからんけど、その水枕をかけてたんですよ。もう今あんまりないですよね。ゴムの、あれね、あれをかけてて。で、その家族が、どうも裏が怪しいんちゃうかな、ね。とうとう行くかと。X デーは明日やぞ。ってことになりまして。で、その家族全員が集まりまして、はい、で、おかんがその水枕を取る役になって、はい、で、お姉がなんか確かね、スリッパかなんかこう持って、はいはいはい、で、兄貴はなんか新聞紙かなんかこう丸めて、はいはい、で、僕は確か少年サンデー的なもの、はいはい、こうなんか圧死させたろうと思って、はいはい、構えたんですよ。で、親父がもうそれはもうリーサルウェポンで、そのアースを、行くぞっていうことですよ、はい。で、おかんが3、2、1のカウントダウンで、はい、パッて取ったら、はい、その水枕と同じ形で大量のゴキブリ、うわー壁にうわーこれ出てくるもうねえ、それ見て全員喪失してで、親父が何よりもパニックになって、はい、アースを家族全員すごいっすね、それ。後日談なんですけど、親父が、いや、ひとしと、これ、こんだけゴキブリが多いっていうのはな、もうこれは、我々がゴキブリの巣に来たようなもんなんだ。ゴキブリが先住民族で、我々は、侵略者なんだよ。ここの家がゴキブリホイホイみたいなもんなんやから、俺らが迷い込んだ俺らが悪いんかもしれんなーっていう、親父の顔ね、腹立って見れなかった。普段ドラマとかあんまり出ないんだけど、ドラマのオファーが来た時の話なんだけれども、たまたまベッドシーンがあるっていう、そんで現場行ったんですけど、ほんで女優さんがいて、デカちゃんちょっとベッドシーンだからちょっと脱いでくれって言ったら、裸になって前張りも貼られて、前張りも貼ってくれとか言って、え、そんな本格的なやつなんですかとかなんとか言ったら、女優さんも下着になって本当にベッドの中に入って上に毛布かけて、じゃあデカさんお願いしますとかなんとか言って、この辺とか中したらほんと綺麗な人なんだけど、そういうとかすると女優さんが「ああ」とか言ってくれるんです。それはベッドシーンなんだけど、ほんで俺あやばいと思って反応してしまうじゃない、正直、まあ、ぶっちゃけた話、監督が「カットカットカット」って「レアさん何やってんの、恥ずかしがんないでもっと押し付けて」とか、いやいやでも恥ずかしいし俺のカチンコチンはもう。もしカチンコチンしてたらすぐバレるぐらいのカチンコチンだから、女優さんにちょっと意味が前張りだけやからって、前張りだけじゃなくてカチンコチンの具合がすごいから、出川さんがそうそうそう、でもその前に一番最初にその女優さんに僕なんかが相手でごめんねって言っちゃった、ほんならすごいいい子で、あ、全然出川さんだけど全然大丈夫ですから、もう思いっきり来てくださいっていう、それが思い出して、もうこれはしょうがないなと思って、俺のカチンコチンをすごいカチンコチンしてたら、もうすごい なって、ほんで、一生懸命動かしたら監督が OK 出て、はい、OK ですとかなんとかって、あ、出川さんよかったよとかなんとかって、あ、マジですかとか言って、女の子に言って、いや、ほんとごめんね、俺なんか会えたら気持ち悪かったでしょとかなんとかって、女の子は、いや、全然大丈夫です。もう気にしないでください、出川さんとかなんとか。わ、なんてこの子いい子なのかなって、パッて胸元見たら、胸元がジンマシンだらけだ。そんなに、どんなに、そんなに俺が嫌だったのかと。口では言ってもやっぱ体は正直なんだな。いい子でしたけどね。大阪の
町をね、まだあの大阪でやってる頃に夜中、はい、まあ、歩いてたんですよね。ほんならまあどう見てもあこの人怖い人やなっていう人が結構もうベロベロなんですよ、はい、ね。でバーフラフラフラって来て、うん、おおお前ジャルグだなお前弟やんけさって、あはい言って、まあ行こうみたいな、まあ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 待て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 、おいおい何してんねん、いやあのもう帰るんです、んなこと言うなお前、あちょっとああの兄貴に紹介したいから、ちょ来い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 、いやいやいいですいいです、じゃあええから来い言うてんねん、グワッ捕まる、ベロベロなんですよ、いやあの本当だから行ったら来いよお前、ガーッ連れて行かれて、はい、焼肉屋さんに、はい、ね、でガーッ連れて行かれて、でもう奥の方にまあまあそういうまあ偉い人でしょうね、はい、人が、はい、明らかに俺より若い女性、はい、5、6人こう横に座らせて、はい、こう肉食って酒飲んであるんですよ、はい、ね、で、おーちょお前座るここってバーン、あの兄貴言って、はい、あこいつあの吉本の千春兄弟弟ですねと言って、はい、ほんならそのね、はい、偉い人は、はい、知らん言いながらさあ知りやらへんよな、言うたらその黙ってたらええのに一緒に座ってるそのホステスが、はい、あいつも見てんでみたいな、はい、頑張ってんなとか、はい、明らかに俺より年下ですよ、はい、頑張ってんなとか言われて、でああお前あの連れてきた人がじゃあお前ええから飲め飲めって、いやあのいいですいいです、はい、俺の酒が飲まれんのかおらー言って、頭髪の毛わしづかみで壁にガーン、ガーン、ガーン、ガーンやられて、もう周りもあいとき冷たいなー、誰一人その助けようともしてくれはらへんし、ガーン、ガーンやられて、いただきますいただきます言って、はい、ほい飲んで、じゃあお前あのうちの兄貴にサインせって言われて、いやいやサインいたって知り合わへんから、うん、俺のこと、はい、一切その価値があれへん、そうですね知らないですもんね、はい、あい言ってその人のまだその若手の人しきじこんとこい言ってはい言ってもういかんでーてー思いながらバー言って、ほんでその間ちょお前飲め言ってグワー飲まされて、じゃあ飲めや、いやもう本当もういいですから、はい、だから飲め言ってんねーって脇っ腹ドーンって言って、いたー言ったらあのサイン色紙来て、はい、ガー書いて、はい、ほんで何て書いたいんですか、会長さんへって書け、はい、言ってはい言って会長さんへって書いてで渡して、ほんであのもう失礼します、はい、あもう帰んのかいってなってすいません言ってバーって思って出たんですよ、はい、出たらそのサイン色紙を買いに行ってた人が、はい、一番の下の人が、はい、出るや否や、はい、すいませんでしたー言って道頓堀の真ん中で土下座しだして、うちの兄貴は本当にあの酔うたらあんな風になるんです、本当申し訳ございませんでした言って、はい、バーって30万ぐらい、すいませんでしたこれ持って帰ってくださいってなってね、ほんで俺いや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 ってなってんだけど、はい、バーって見たら周りは全員俺のこと知ってますよね、はい、明らかにチンピラから30万を巻き上げてる、すごい状況、すごい状況、ジュニアさん、いや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 言って、ほんでそっからね5年ぐらい経ったんですよ、ほんでねあのダウンタウンデラックス、はい、ダウンタウンさんがやってある番組出てて、はい、当時ねあの視聴者見たっていうコーナーがあったんですよ、ほんならね、はい、道頓堀でチンピラ風の男からお金を巻き上げている千原ジュニアを見ました、だっただだだだだだだ誰がやねん、いやすごい、僕のおばあちゃんが結構天然なおばあちゃんで、うん、あの岩手に住んでるんですけど、この間東京に遊びに来て、うん、初めてスカイツリーに行ってくるわって言って、うん、でスカイツリーから帰ってきたんで、どうだったスカイツリー高かったって聞いたら、まあでも4000円くらいかなみたいな、すごい天然なんですよ、うん、値段聞いてないのに、ね、高さを聞いてんのにみたいなみたいなおばあちゃんで、はい、僕あの中学2年生ぐらいの話で、あの誕生日プレゼント何がいいっておばあちゃんから電話が来たんですよ、岩手から。でその時あのゴーカイジャーっていうヒーロー戦隊のゴーカイジャーが流行ってて、であの鍵で
変身するんですよ。それがレンジャーキーっていうやつなんで、それを頼んだんですよ、うん、おばあちゃんちょっとレンジャーキーが欲しいんだっつって、うん、そしたらおばあちゃんが、あ、それならあの昔おじいちゃんが使ってたやつあるからあのそれ送るわって言ったんですよ。で今だったらそんなわけないじゃんって思うんですけど、中学2年生なんで、あ、まあ、昔からあったのかなぐらいの気持ちで、あ、じゃあそれ送ってくれっつって、で誕生日になって岩手から届いて、まあ入ってないんですよレンジャーキーが。でちょ、おばあちゃんレンジャーキー入ってないんだけどっつったら、いや入れといたべメンジャージっつって、麺のジャージが入って麺ジャージで、おじいちゃん残るの嫌やな。この話を昔あの深夜番組で1回だけしたことがあって、で最近ラジオで若手女優が全く同じ話してました。タグライダー何よそれ急展開急展開冗談だろ、冗談だろって全く同じ話で、レンジャーキーも一緒、なんかそ の, あの知り合いに甥っ子が生まれてみたいな、なんかうまいこと、いやもうやや怖いやな、怖い怖いな、こういうことあるかな、そうやな、たまたまかな、偶然あったんかな、ねえねえな、意外な展開やな、すごい、おいつ怖かった、心臓痛なったわ。タレントさんなら皆さん、キヌタスタジオって多分、はいはい、ね、はい、何度か行くことあると思うんですけど、はい、あそこ、いろんな番組、いろんな局の番組撮ってるじゃないですか。はい、で、まあ、他局ですけど、だんだんデラックスもあそこで撮ってて、はい、で、その時ね、多分デラックスぐらいしか撮ってなかったと思うんですよ。で、メイク室があれ何個あるのかよく知らないですけど、使われてないので、はい、真っ暗になって、ててで、あれスタジオ行く時って絶対あのメイク室の前を通らないといけないんですよ。で1本目終わって2本撮りですから2本目お願いします、はい言うて通った時にそのメイク室の前通るんですけど、多分どっかの女マネージャーさんなんでしょうね、そのメイク室でこうメールをこう見てるんですよ、なんですけど真っ暗のメイク室で鏡越しに長い髪の女が顔が青く光ってるんだよ。完全に見てもうた。しかもそのメールの内容はちょっと悲しかったのか悲しげな顔なんですよ。俺完全に見たと。死んだメイクさんやと。なんかいじめられたんかなんかで完全に見たわと思ったんですけど、よう見たらその普通のマネージャーがややこしいとこでややこしいことすんなまあいう話なんですけど、あれは怖かったですね。いやちょっとあれはよろしくお願いしますよ。3年くらい前に、仕事でちょっと興味深い話を聞きまして、というのも、まあ、世の中には、まあ、いろんなジャンルのマニアの方がいらっしゃるんですけども、まあ、その中でも抱き枕のマニアの人がいらっしゃるみたい で、 でそういうどういう人たちかっていうと、その、まあ、自分の好きなアニメのキャラクターの女の子のキャラクターがプリントされた抱き枕を抱いて寝るんじゃなくて、もう彼女として扱うと。例えばもう一緒にレストランに行って向かい側に座らせて2人分の料理を頼んでもうデートしたりだとか、あともう一緒に旅行に行くと2人分部屋取って2人部屋取ってで旅先でツーショット写メを撮ったりだとか、そういうのをまあ自分のブログに載せたりとかいう人たちがいると。でもまあ確かにそのぬいぐるみをペットのように可愛がる女の人もいるわけだから、まあそういう抱き枕を彼女のように可愛がる人がいてもまあおかしくはないなと思ってちょっと興味が湧いたんです。でちょうどその時に僕の後輩でおかゆ太郎っていうピン芸人がいるんですけども、はい、おかゆ太郎っていうピン芸人がいて、それは30代後半でずっと彼女もいなくて全然モテなくて寂しい生活をしてたんでちょうどいいやと思ってこの話をしたんですよ。こういう世界があるけどどうっつって、だからまあさすがにいやそれはもうないですよと言うけど、いや一回乗っかってみと、それだけハマってる人もいるわけだし絶対楽しいところはあるはずだと、一回騙されたと思って乗ってみっつって説得して、そしたらまあちょっと検討しますっつって、そこで別れたんですよ。でそこからしばらくして
4日ぐらい経った時に電話があって、うん、岡井太郎から、うん、でどうしたのって聞いたら今ちょうど仕事帰りに秋葉原に行ってでその抱き枕の専門店にいるんですけど、うん、もうとにかく品揃えがすごいですと、うん、でこう抱き枕のクオリティも本当に高いから、うん、ちょっとハマる人の気持ち分かりますと、うん、でちょっと興味湧いてきましたっつって、うん、もうちょっと見てみますっつって、うん、あ分かった分かったって電話切ったんですよ、うん、そしたら1時間後ぐらいに今度メールが来てで写メが添付されてたんですねで開いてみたらなんか黒髪のショートカットで目がクリックリでなんかちっちゃめのこうチャイナドレスを着たアニメのキャラクターの抱き枕と岡井太郎のツーショットの写真だったんですよでメッセージで、この子と付き合うことにしましたと名前はあゆみちゃんですっつってでそれ見てドン引きしてでただまあ自分がね進めた手前それは言えないので分かったとりあえずまあお幸せにっつってで返したんですねでそれからまあ2週間ぐらい経ってそのおかゆ太郎と会った時にあゆみちゃんとはどうって聞いたら、まあ、順調ですと、そう何をもって順調なのかは分からないですけど順調じゃないからそうなってるわけなんですけども、あそうなんだって どういうところがいいのって聞いたら、まあ、やっぱりとにかく話を聞いてくれるところだと話しかけてるんですよあそうっつってあとはって聞いたらいつもこう笑顔で自分を出迎えてくれると、まあプリントされてますからね、まあそっかそっかっつってじゃあ逆に嫌なところは何って聞いたら、まあ、強いてあげるなら、その一緒に旅行に行くらしいんですけどどうしても空港であゆみちゃんは手荷物扱いになってしまうと大きいから、はい、でまあ行きが別々になるのはいいんだけどもその自分の彼女がベルトコンベアで流れてくるのちょっとさすがにちょっと複雑な気分になるんですねあそうあとはって聞いたらなんかそのツーリングに行くとであゆみちゃんを背中に固定してちょうど二人乗りのような形で走るんです、でまあ最初楽しくこうツーリングしてるんですけども、高速入った途端、あゆみちゃん風でグラングランそれがめちゃくちゃ怖いと怖いまあでもそんなことがありながらも付き合ってたらしいんですよ本当にやっぱハマっちゃってそこで、でそっから1ヶ月ぐらい経った時に電話があっておかれたのからどうしたのって聞いたらあゆみちゃんと別れましたと逆に今付き合ってたんだと思ったんですけどで何があったのって聞いたら、まあ、ずっと毎日好きで、一緒に大体寝てたんですね、そしたら最近どうもそのあゆみちゃんからおっさんの枕の匂いがすると、まあおっさんの枕だからねまあそうなんですけどさすがにこう毎日毎日おっさんの枕の匂いを嗅がされるとあ俺たちは所詮おっさんと枕なんだっていうことを叩きつけられるんですでしかもその匂いからやっぱりこうあ俺ってもうそういう年なんだっていうことで、でもいつまでこんなことやってんだろうっていうことで結局冷めて別れた、あそうなんだじゃあ捨てたのって聞いたら、いやさすがに捨てるのはかわいそうなんで、カバー外して普通に枕として使ってると、普通のおっさんと枕の関係になったんですあんまり付き合ったんですよマイクルまで乗ってたのか引き剥がしたあゆみちゃんどうしたんやろな、そうですこっち側はもうあゆみちゃんじゃないのでもう捨てちゃったんですよ結局もう冷めちゃったんで魔法が解けた、怖い話、これ僕高校1年の時なんですけど、休み時間にビニール傘あるじゃないですか、あれでこうバー遊んでたんですよ、ほんでA だけになったんですよ。プラスチックついてて、A だけになったんですよ。ほんで、ステッキみたいになってて、あ、これなんか面白いな。なんか使えるな、思ったんですよ。友達と遊ぶときにね。ほんなら、授業始まる、チャイムが鳴ったから、あっと思って、まあ、ええわと思って。で、そのまま置いといたらよかったんですけど、その時冬で、クラスにストーブがあったんで、そこのストーブの真ん中のところに、それ突っ込んどいたんですよ。ね、火言うたら火の中ですよ。はい、で突っ込んどいて、ね、ほんで僕その授業受けてたんですよ。はい、で金コンカンコンで授業終わった後に、あ、さっき俺入れたまんまやと。ね、でそのストーブのとこ行ってパッて抜いたら、もう
半分ぐらい真っ赤やったんですよ。うわー、怖い。あの、刀でわー叩く前みたいになってたんですよ。で、うわ、真っ赤や言うて。ほんで、何しようと思ってテンション上がってもって。ほんで、うわ、これ何する言うて、こうやってやってたんですよ。探してたんですよ、なんか。ほんで、探してたら、この先、不注意で、こうやって寝てた友達の首に、パッて当たってもうたんですよ。わぁ、わぁ。これ、えらいことちゃった。うわ、もう大変。ほら、その瞬間、キューンって言うたんですよ。やっと思った。佐々木君いう子なんですけど、はい、こうやってたらキュンって言うとあっと思ったらこっから煙がシュシュッと思って、いや、そうっすね、キュンなかったと思って、これやばいと思ってごめんごめん大丈夫って言うたら起きないんですよ。ほんで佐々木君大丈夫って言うたら行ったー、誰やここコンパチしたーって言うたコンパチ痛さ的にはバーンやられたぐらいやったんですよ。熱だったらな、ええ、コンパチ違うよ言うて、やけどしてるよ言うて、で保健室行こう言うて保健室行って、まあまあ大丈夫やったって言われました。いや、あれは悪いことしましたね。びっくりしますよ、首いや、やけどキュッキュッシュッてなる。肉が焼けると肉がすごいな。ちょっとキッと縮むんですよ。まあそりゃそうやろな。すごいな。まあアクシデントですよ、うん、今年の夏暑かったじゃないですか。暑かった。で、僕あの家で、まあ日中なんですけど、あの一人であのもうパンツ一丁みたいな感じで、あの何もなかったんでこういうゴロッとしてテレビ見てたんですよ。で、まあ1時ぐらいだったんですかね、なんかこう一人で部屋にいたんで、なんかちょっとあのか雰囲気なんか怖い感じの、はい、ちょっと気になってきたんですよ、うん、はいはい、あるある、ね、なんか急に、はい、急になんかおるんちゃうかみたいな、はいはい、これでこうやってんだけど後ろでなんかふわっとこう動く感じがしたんですよ、はい、うわやばいと、絶対これなんかそういうのになってきたと、はい、もうでとその時にちょうどロケでなんか病院かなんかでロケやった時に、はい、あの霊能者がおばあちゃんがついちゃってますとか、つきやすいですよみたいなことを言われてたのもあったんですけど、でうわうわうわと思って怖くなってきて、でしばらくするとまたふわっと動く感じがするんですよ、はい、うわこれも絶対やばいと思って、はい、そういう時間ないんですけど、はい、でもうちょっとこれ怖いけど、はい、見てやろうと思って、はい、でパッてこう見たんですね、その雰囲気がした時、はい、ただまああの女何もないんですよ、はい、うわ気のせいだけど この感じもやばいなと思って、はい、でまた動く感じがしたんで今度、はい、ゆっくりバーッてこうやって後ろ見たんですよ、はい、そしたら脇毛がさーって風でなびいてたのが、はい、視野に入ってて黒いのが動いてるよ、ね。俺はこれにビビってたの。なんてちっちゃいやつなんだよ。なんとなくこうやってる視界に入ってた。めちゃめちゃ。俺はこれこれ。お前顔すぎるやろ。いやでもその時はもう本当怖くなって、でも原因が分かってハァって一人でちょっとあの犬がな自分の尻尾追いかけてぐるぐる回ってるのあるけどね、安心してあこれだとよかったっつって本当にその時怖かった。去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ。はい、でこれはたまに親父らしいとこもバンと見せとかなあかん、うん、嫁とかにと思って、うん、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、うん、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね、うん、ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、うん、ここや思って、うん、でそのままやって言って動くなって言って、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろう言うて、はい、ほんで待っとけ言うて一歩目バリって踏んだんですよ。あらー言うてこけて柱にドインと頭打った瞬間に
上げたことない悲鳴がダッて言うてほんでもう戦闘能力がゼロなってああ言ってたら嫁がどないしたん言うから踏んだ踏んだ言ってたら嫁が待っとけ言うてタン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 来て電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんだほんまに痛かったのにガラス踏んだ声かかったんですよ明日の仕事のことか考えてたのにほんで3日前から掃除しておかきなんか今までなかったのに思ってマジでびっくりするよ絶対苦しいよ思うもんなほんまに痛かったんです泣きそうなぐらい痛かったのにノリみたいなバーッついてあれはびっくりしましたはい、かっこ悪いなぁ思い込んでるからめっちゃ痛いめっちゃ痛かったです2,3 センチ入ってるぞぐらいのこれはですね、うん、私があの芸人になる前の5年ぐらい前の話で、うん、私は大阪でダンスを踊って組んでたんですけど、うん、まぁ、あ、ちょっと解消して愛知県に戻ってたんですね、うん、その時、うん、だけど愛知県にいるとやっぱりじわじわとやっぱりダンスしたいなっていうダンス熱がこう湧き上がってきて、でやっぱりまた探そうと思って探し出したんですよ、うん、相方を、うん、だけどすごく田舎なので愛知県大阪と比べると全然相手が見つからないんですよ、うん、でどうしようと思った時に社交ダンス界ではすごく便利なサイトがあるんですよ、ネットで、うん、リーダーパートナーを探しますっていう掲示板があるんですよ、よしそこに載せようと思って、うん、まあ、私の本名田中志保、身長152センチ、うん、でやる気があって、まあ、ちょっと面白い人お願いしますみたいな感じで載せたんですよ、うん、そしたら3通ぐらい返事が返ってきまして、うん、で見てたんですけど、その中の一人正文くんっていう正文くん、はい、方、ちょっとね、風間トールさんっぽいイケメン、写真が載ってて、で、バーってなってこう写真載ってて、僕もう本当にダンス歴3年なんですけども、誰にもやる気は負けません。もし、一緒に組めたらもう天下目指しますみたいなことを書いてあったんで、この人だと思ったんですけど、その人が神戸だったんですよ。でも私愛知県で遠距離になっちゃうんですけど、まあでも私もまた、大阪で返り咲きたい、一旗あげたいと思ったんで、うん、新幹線代神戸まで高かったんですけど、もう奮発して買って、神戸はね、その人に会いに行ったんですよ、正文くんに、うん。そしたら正文くんが駅で待っててくれたんですよ。で、正文くんだって思って近寄ってったら、確かに風間徹さんなんですけど、ちょっとガリガリになった感じの風間徹さんで、ちょっとこうしゃくれてて、うん、あ、はじめまして、正文ですって言ったんで、あ、はじめまして、よろしくお願いしますって言って、まあ、いきなり踊り出すまれなんで、一緒にご飯食べませんかって言ったんです。あ、いいですねって言って、で、レストランに入ってったら、正文くんが、僕ね、食べる前にちょっと食前酒飲まないと、喉がすいません、赤ワインって言ったんですよ。だって、この人ちょっとナルシストだと思って、今でも社交ダンス界ナルシストの男性多いし、しょうがないかと、もう神戸まで来てるしと思って、話、また喋ってて、ご飯来て食べてたんですけど、私が多分、面白い人が好きっていうことを言ったからだと思うんですけど、なんかトークしだしたんですよ。で、正文くんが僕に変わったおじさんがいまして、この間そのおじさんと旅行に山に行ったんですよって言って、で一緒に山のてっぺんまで車で乗ってったら、前方に同じように旅行の方がいて、ぬかるみにはまってったんですよって言って、だから正文よし行くぞって言って、僕とおじさんでこう行って、で押したんですよ、キュル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 って言って、全然押されないから、おかしい、正文行くぞって言って、僕がキュルキュルって言ったら、おじさんのギャーって言ったんですよ。だから僕がおじさん大丈夫ですかって言ったら、おじさんがモクモクモクってやって、前輪駆動かいって言ったでしょ。で、あれこれなんかどっかで聞いたことがある話だと思って聞いてたの。そしたらまた第2弾喋り出して、そんなおじさんなんですけど、急に封筒を出して、なんかこれな、私の趣味なんだけど、正文にだけ言うから見といてやって言って、バッて見せたら、裸の女性が海の上でヨットに縛り付けられて、こうキャーって波打ち際になってるところを、おじさんがワイン持って満面の意味でニッカーってしてるって話した。あ、これ滑らない話、一の宮川大輔さんの話をそのまま丸々パクって言ってると思って、パクってるって言っちゃったんですよ、つい思ったことを。興奮して、大好きだったの、滑らない話。言ってるって言ったら、え？何ですか？って、しらを切ったんですよ。滑らない話の有名な宮川大輔さんの話を堂々とパクって、しかもしらを切る、その様がすごく不気味に感じて、やばい、この人ちょっとやばいかもって思ったんですけど、でも私すごい本当に相手が見つからなくて一生懸命探した方なんで、それだけで決めつけるとはとはちょっと葛藤があったら、正文くんがぜひ、僕一人暮らししてるんだけど、
家に来たら、うん、ダンスの資料とかいっぱいあって一緒に組んだらこんなんしたいっていうビジョンとかいっぱいあるからぜひ家に来てその資料見てほしいって言われたんですよ。で、うわーそうかと思って、でもここまで来たからにはそれだけで判断したくなかったんですよ私も。だからついてったんですよ正文くんの家に。そしたら結構立派なマンションに住まわれてて、で、あの家通されたんですよ。それあのすごくね玄関も広くて、でリビングルームに通されてどうぞって言われて、私もちょっと人のうちだったり興味津々でこうやって見てたんですよ、うん、テレビが大きいのがあってその下に滑らない話の DVD があったんですよ。やっぱり見てるじゃないですかって言ったら、もうそれを遮るかのように僕ね一緒に組んだらこういう風にしてキュル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 バーンって抱きついてきたんで、こいつやばいと思ってやめたって。正文くんそうなんです。まるまる第2話の、何ちょっと SM 系のお父さんの話とか特典のチャプターに入ってるやつだったそれバレないと思ってやってました。すごい腹立たしい特典のチャプター。やばい。しかもチョイスが微妙よね。大好きな話ですから、もう覚えてたんですよ大好きな話だったんで。すげえよ。ちょっと短い話なんですけど、僕名古屋で番組やってまして、うん、で終わりで帰りに新幹線のホームで、うん、待ってましたら、うん、結構早く着いちゃったんで、うん、一応喫煙所に行って僕結構タバコ吸うもんですから、うん、タバコを吸ってたんですよ、うん、そしたら白いでっかいこう綺麗な帽子をかぶって紫色のでっかい色眼鏡をかけた、うん、おばあちゃんです。もう60ぐらいの、うん、おばあちゃんが横に来まして、うん、で僕の顔見て、あれ使っちゃんやろって言うんですよ。おお使っちゃんやって言って、あそうですって言ったら、私大不安やねんと、おもう本当に芸能人の中でも一番ファンやと、すごいテレビ見て本当にいないなと思ってんねん、ちょっと握手されて、 ありがとうございますって言ったら、やろうって言うんです。えやろうやろう、何をですか何やろう、おばちゃんとやろう、うわ絶対言えへんから、絶対言えへんからですよ。そういう問題やないし、そんな問題やない。急いでマネージャーのとこ走って逃げて、めちゃめちゃ怖かったです。これは意外な展開やったな。怖かった。僕が中学校、うん、3年の時の話なんですけど、クラスに転校生が来たんです。まあ、S さんって女の子なんですけど、はい、やっぱ転校してきて、その多感な時期なんで、あんまりクラス馴染めてなかったんですよ、うん。なんか休み時間も女子の中に入るんじゃなしに、なんか椅子に座って動物の絵描いてるみたいな。うさぎとか。でも結構僕だけ女子から呼び捨てに、星だとか呼ばれてて、うん、結構男子と女子の中間みたいな感じだったから、うん、なんとかその S さんを仲間に入れたろう思って、休み時間も友達と遊ばんと、うん、ちょっと俺 S と喋るしって言って男の友達誘い断って、休み時間もその書いてる前にこう椅子出して座って、うん、わあめっちゃうまいなこのウサギの絵とか話しかけてたの、うん、それでもやっぱり乗ってこないんですよ、うん、別に ありがとうございますみたいな感じで、うん、で何回か結構休み時間ごとにをもう5日間ぐらい続けてたんですよ。ほんまそのうちなんか女子とかとも遊ぶようになったから、俺ももう大丈夫やって思ってたんですよ。で僕クラブに井川くんっていうのと谷手くんっていうのと3人僕で仲良かったんですよ。でクラブ終わって教室に着替えがあったんで、取りに帰ろうと、着替えに帰ろうって思ってクラブ終わって行ってたら、女の子